えー、皆さん、こんにちは。それでは、えー、2023年12月に実施されました、令和6年度第1回目の担当式試験の分析会を行います。えー、企業法担当いたします、レックス人講師の森村です、えー。今回、企業法はまあ、相当簡単だったという印象を皆さんお持ちではないでしょうか。私もそう思います。えー、なのでですね、いつもはこれ、えー、企業法の時間が30分でもうギリギリで えー、を、を、をしたりするんですけども、今回は割とゆっくりやれるんじゃないかと思います。はい。では行きましょう。まず形式面ですけども、まあ、ずっと同じなんですけどね、出題数は前回と同じ20問、配点も20問全部5点問題が出題されてます。で、あと問題詞が4詞、選択肢が6詞も前回と同じです。問題詞4詞っていうのは、その丸、丸抜を判断する足が4詞出てると。まあ、あの、受験された方は、えー、まあ、そんなことは、 知ってるよってことでしょうけども、このあいうえがこれ問題詞ですね。で、この中に2つ正しいものがあって、で、残り2つは正しいとは言えないものですよね。積極的に誤ってるとまでは言えなくても正しいと言えなければ、えー、それはまあ罰足ってことになりますよね。で、そのあいからえうえまでの組み合わせ、全6通りが全部選択肢の中に、えー、含まれているということなので、まあ消去法では 答え出しにくいですねっていうのもいつもと同じですよね。で、問題文の次、表現ですけれども、えっ、ー、と、実質的には20問すべて正しいものの組み合わせで、今言いましたように正しいものが2種あると。それを選んでねっていうことなんですね。えー、問題1で見てみますと、この正しいものの組み合わせですよね。で、ただですね、えっ、ー、と、今回は、問題6がですね、問題6が、 ちょっと表現が違ってるんですね。問題6を見てください。問題6については、検査役の調査が免除される時の組み合わせっていうふうになってます。ただこれもね、検査役の調査が免除される時として正しいものの組み合わせっていうふうに言えば同じですので、まあ、実質的には正しい足を2つ選ぶというので、何ら変わりないですよね。 もう一つ、問題19。問題19は、まあ、毎年、あの、形式がちょっと他と違うんですよね。今回もそうでしたね。金融商品に該当するものの組み合わせっていう、こういう問題でしたよね。はい。で、次がですね、えー、っと、問題文のテーマですけれども、これまあ、問題2で見てみましょうか。問題2で、えー、問題文のテーマが、 冒頭に書いてますよね。証行為に関する次の記述のうちですから、これも証行為の問題ですよっていうことで、えー、トリッキーな引っ掛けっていうのは、だから、ないんですよね。何を聞いてるかわかんないような問題を出すか、出すっていうのは、今回も取材されてないです。まあ、今後もしばらくは続くでしょうけど、いずれはまあ、ここの部分が消えちゃうんじゃないかというふうには思います。はい。で、次が、えー、っとですね。名を書きですね。名を書き。 今見た問題にも名を書きがあるんですけども、名を書きのある問題がですね、これが6問取材されてました。論文式試験の場合は、あの、書きが書いてあると要注意なんですけども、担当の場合、今回の名を書きについてはですね、問題13を除いて、あの、定款に別の定めがないっていうような、その除外自由ばっかりなんですよね。この問題にも、 特約はないって言うので、特約は考えなくていいですよっていう、そういう問題ですよね。あるいは、えー、まあ順番に見ていきましょうか。問題6。問題6の名を書きも、えー、特別法の規定は考えなくていいよっていうことですよね。だからまあ全部あの、いわゆるネガティブリストなので、特に気にする必要はない問題ですね。問題9も見ていきましょう。ちょっと早いですか大丈夫ですか問題9。 定漢に別の定めはないものとすると。これもそこを考えなくていいよってことですよね。で、ただですね、問題13。これだけはその名を書きに意味を持たせてるんですよね。問題13見てください。これもまあ、定漢に別の定めはないものとするっていう、よくある名を書きなんですけども、ただこの絵の足を見ていただきますと、えー 監査等委員会設置会社の問題ですよね。で、その監査等委員会設置会社において、取締役の総数が9人で,で、このうち4名が社外取締役であるということは、えー、社外取締役が過半数を占めているわけじゃないんですよね。で、この4人のみを監査等委員として、監査等委員会が組織されているときは、当該監査等委員会設置会社は、取締役の決議により、支店の設置にかかる決定を取締役に委任することができるかっていうと、これ、まあ例外規定聞かれてるわけですけども、原則は、 そこに書き込んでますけど、399条の13、第4項3号で支店の設置に係る意思決定は原則として取締役会で決めなきゃいけないと。ここの取締役に委任できないって規定になってます。ただし例外として、同5項で、同5項がこの、この足のマークしてあるところですよね。取締役の総数が9人。で、えー、本門は、本誌は4人の社外取締役しかいませんからダメなんですけども、この社外取締役が例えば5名いると。 いうのであれば、関数が社外取締役であれば、指定の設置にかかる決定を取締役に委任することができるということになります。でもう一つの例外が、えー、この道6号なんですよねで道。道6号はどういうふうになっているかというと、監査等委員会設置会社で、えー、取締役の関数が、総数の関数が社外取締役でなくても、なくてもで上行くんですよね。定款に、えー、そのうちの会社では、 えその、えー、例えば、この指定の設置にかかる決定をですね、それを取締役に委任することができるっていう、そういう旨の定めがあれば、えー、その委任することができちゃいますからね。まあ、この、定款のそのような定めについては、あんまり合理的な理由はないというふうにも言われてます。まあ、もちろん、あの、普通の会社よりも、ガバナンスがしっかり効いてる会社な、だから、あまあ、提で定めれば認めていいんじゃないかっていうことなんですけども、これはまあ、 えー、この監査等委員会設置会社というものを、その、えー、導入していくときのね、ア、ま、メ、あ、とムチのアメですよね、えー。こういう、その、えー、自由な、えー、その、委任ができますよっていう、どうぞど採用してくださいっていうような、そういうことですよね。はい。こんなとこでいいでしょう。で、あと、を書きについて、問題14。これも、ま、定款に別の定めないよって書いてあるだけで、特に。 これは気にしなくていいわけですね。はい。あと、えー、これはまあ、会社計算規則から出てるあとで、後でもう一回ここへ、この問題見てみましょう。で、直書きの6、これが最後ですね。直書きの6が問題17ですね。これもまあ、種類株式発行会社にしちゃうと、考える要素が増えちゃうので、そこは考えなくていいですよっていう、これもいつものパターンですよね。はい。ということで、直書きは、前回もそうだったんですよね。前回もその、 えー、直書きが正解を導き出す上で意味を持つ、そういうような問題が1問だけ出てました。全然大体1問出てましたよね。えー、ですから、まあ、今後も、だから直書きはまあその、えーまあ、基本的にはあまり気にしなくていいんですけども、一応、まあ、あの問題解くときに丸印でもつけておいて、えーその、それ、直書きがついてるよってことは意識の片隅に置いといた方がいいと思います。はい あと、取材内容につきましては、まあ、いつもと同じように、まあ、あの、ほぼ条文ですよね。ほぼ条文で、今回は判例が5紙出てました。前回も5紙だったんですよね。だから、80紙のうち5紙が判例で、で、あと、えー、75紙が、えー、条文の損棄を問う問題っていうことですよね。で、判例についてはですが、これはあの、いつものことですけれども、えっ、ー、と、その、判例は、 どこだったかなちょっと待ってね。問題2ですね。問題2を見ていただくと、これ問題2です。えー、イの足。最高裁判所の判例の趣旨によればということで、えー、この足はその条文の損否を聞いているのか、判例の損否を聞いているのかっていうのは、それは、あのあ、明らかですからね。表現で明らかですので、そこで迷うことはないですね。で、これはまあ有名な判例ですよね。えー、 504条、商法の504条の規定なんですけども、えー、条文上は善意までしか要求されてないんですけども、それだと、ま、いろいろ不都合が生ずるというので、善意無回数まで要求した上で、えー、その法律関係、どちらを選ぶか選択できますよっていう条文ですね。まあ、もちろんこれ、レックのテキストにも書いてますし、えー、講義でも板書を使って説明するところなので、えー、解けたんじゃないかと。今回はレックの受講生さんは、 相当解けたんじゃないかと思うんですよね。あの、講義の中で、えっ、ー、と、その、ここ危ないですよとか、こういう引っ掛けしますよみたいな話をしてたこと、ところが、随分たくさん出てましたからね。判例の二つ目が問題七の、えー、絵の足ですよね。最高裁判所の判例の趣旨によれば、えー、株権としての効力が生ずるのは、株式会社が法定の形式を具備した文書を作成した時ではない、作成施設ではなくて、 当該文書を株主に交付したときである交付辞説である。これが判例ですよね。まあ、理論的にどうこう、どっちが優劣あるっていうよりもむしろ、どちらの方がその利益考量的に妥当な結論を導けるかというので、判例は、えーまあ、通説もそうですけども、交付辞説を取っているということですよね。途中で盗まれたりして、全員取得が生ずる生じないの話のときに、交付辞説を取った方が、まあ、利益考量的に妥当だという判断ですよね。 はい、で、判例の3、4は次、問題11です。問題11。正答率も低そうな問題の,あの解説についてはあの、本試験当日に、12月10日に行われて、もうあの YouTube かなんかでアップされてると思うんですけども、えっ、ー、と、その、あれですね、解説のところ、解説はそこでやってますので、ここはまあ分析会ということで、どういう。 ところから何から出てるかなっていうところですね。で問題11。あの、足が、えー、最高裁判所の判例の趣旨によれば、代表取締役がその職務を行うについて不法行為をして、第三者に損害を加えたと。これはまあ、不法行為に基づく損害賠償責任を負いますわね、代表取締役は。それのみならず、会社が当該第三者に対して損害を賠償する責任を負うと、負いますよね。350条でしたっけね、負いますよね。その場合には、代表取締役の個人として当該第三者に対して不法行為責任を負うと。 こはま不法行責任が免責されるわけじゃないので、こういうことになってます。えー、判例ですよね。で、のノ橋、最高裁判所の判例の趣旨によれば、代表取締役代行者という名称は、有件代表取締役における株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称には該当しないかという、該当しますわね。まあ、それは該当しますよね。代表取締役の代行者ですもんね。えーまあ、これは判例で出てますよね。まあ、判例知らなくてもこれは解けるんじゃないかとは思います。 はい。判例最後、問題12です。問題12のうの足ですね。これはまあ、有名な判例ですよね。あ、判例の、えっと、あれを入れてなかったですね。問題12の判例。ちょっと待ってくださいね。えー、再犯、昭和44年の、えー 昭和44年の3月28日ですね。えー、失礼しました。えー、この判例ですよね。で、これはあの、特別利害関係取締役は、取締役会において議決に参加することができなかったんですよね。えー、それはその、会食の時、自分自身が代表取締役を降格されると、平野取締役にされてしまうという、 そういう取締役会においては議決が行使できないっていう、まあ有名な判例がありますね。はい。これもいいでしょう。では次が、えー、で、その会社規則、会社法施行規則と、あと計算規則ですけども、会社法施行規則から一支一足出てます。問題16のあの足ですね。これはまあ会社、確かに会社法施行規則に載ってますけども、 そうでなくても、これはテキストにも出てますよね。株式会社が他の会社と合同して募集した際を発行することができると。まあ、それで信用力の乏しい会社も社債発行による資金調達ができるってことですよね。で、思行規則、会社計算規則からも一致。これ、後でね、細かく見ていくと、あの、その規則類はもうちょっと増えるかもしれませんけども、とりあえずざっと見た感じは、えー、っと、この、 会社方式行規則一紙、そして会社計算規則一紙ですねで。それが会社計算規則が問題14のうの足ですね。会計監査人設置会社において株主資本と変動計算書は会計監査人の監査の対象とはならない罰と。まあ、これは計算書類の中に含まれるということですよね。はい。こんな感じですね。で、あとはですね。で、判例については、まあ 今回出された判例は特に細かいものはなかったので、えー、そんなにええっていう感じはなかったと思います。まあ、今後ももちろん判例対策が必要ですし、えー、ですねで。取材可能性のある判例についてはまあテキストに織り込んでます。で、あの、前回から今回にかけての改定でですね、あの、割と細かい判例、新しい判例についても、あの、左右の欄外に、えー、その、 えー、あの、何て言いましょうかね。ワンポイントっていう形で、こう、えー、どんどんこう貼り付けてますので、まあ、大体出そうな判例は全部テキストにまとめられたんじゃないかとは思います。ただまあ、もちろん最新の判例はね、あの、テキストにあの改定時期の問題で織り込めませんので、それはあの、担当ポイントアップ当連の中で取材していきますので、えー、まあ、それで判例対策としては大体大丈夫なんじゃないかと思いますね。 で、規則関係につきましても、まあ、今後もやはり取材されるとは思います。必要なものは、あの、テキストにも載ってますし、講義でも取り上げますので、えーまあ、ただ、あの、取材可能性のある規則類を網羅的にフォローするってのは、やっぱりちょっと無理ですのでね。まあ、それは、それで、えー、その知らない足が出た時も、まあえー、それまでに蓄えた知識から推理演繹してですね、えー、回答を導くという、まあ、あの、普通の回答の仕方で対処できるんじゃないかと思います。 あと、分野別の出題数についても、これもあんま変わらないですね。前回は商法から 1, 1問しか出なかったんですけど、まあ、それがその他というので、会社法の登記に関する問題が出たので、まあ、実質的なあの商法というか、まあ、会社法総則に類する問題だったんですけどね。だから、まあ、この割り振り、商法2問で、金商法が2問で、で、会社法が14問というのは、まあ、これも次回も変わらないと思います。で、その中の内訳も、まあ、大体これですよね。設立2問で、 株式2問で、期間が6問出て、資金調達2問、計算1問、持ち分会社1問で、組織再編2問ですよね。ということで、で、これから何を、ええー、その、感じ取らなきゃいけないかというと、それはまあもちろん、どっからでも出てるよねっていうことで、まんべんなく全範囲をやるしかないですねっていうことですよね。特にあの、禁証法、もうあの、めんどくさいし多いし、2問しか出ないからやらないっていう方も例年いらっしゃいますけど、 例えば今年の第19問なんてあれ、金張法やってりゃ、ちょっとやってるゃ絶対間違わない問題じゃないですか。第19問は。持ってこなかったかなえー、っと、19問。あの、あれに当たるのはどれかっていう。えー、っと、有価証券に当たるのはどれかっていう問題ですけどね。えー、まあ、まあ問題皆さんお持ちだと思いますので。まあこれ、あとい、e、が丸っていうのはすぐ出てきますからね。 えとだからやっぱり全くやらないっていうのはちょっともったいないですよね。えー、と思います。はい。で、あとは、まあ、出題範囲は、えー、分野別はこんなもんですよね。で、あと対策ですけども、じゃあ、その、どうすればどんな問題が出ても、その、えー、企業法で80点以上取れるようになるかっていうことですけどもね。で、これはやはり、あの、 条文と有名な判例しか出題されませんし、それもそういう条文があるかないか、あるならまるなければ罰と、それだけしか問われないわけですよね。要するに知不知の問題なので、知ってるか知らないかだけの問題ですよね。ですから、できるだけ知識を増やしていくということにはなるとは思うんですけどね。で、まあ、具体的な勉強法としましては、えー、その基礎的な知識ですね、だいたい70点分ぐらいのインプットについては、ま、あ 一問一答間違わなくなるまで解くっていう方が効率的かもしれませんけども、ただ、それだけの方法でね、それだけでもちろん担当式合格される方はたくさんいらっしゃるんですけども、この方で担当を突破しても、その後の論文の試験がなかなか大変なことになっちゃいますので、あまりお勧めはしません。で、また、あの、一問一答、いきなり解き始めてですね、インプットもせずに解き始めると、その企業法の基礎的な知識が身についてないわけですから、疑問ばっかり出てきてですね、 なかなかはかどりませんし、途中で嫌になってしまう可能性がありますので、ですからやはり、まあ、あの、担当上級講座等をですね、えー、聞いていただいて、で、その進度に合わせて一問一答をまず一回解いてみると。で、あとは、えー、その、まあ、何回転かさせて、で、何度も間違う問題については、えー、その、カードね、名刺サイズぐらいのカードに、1項目、1枚1項目でまとめておいて、で、暇の時に見てるっていう、その勉強法が、 よろしいんじゃないかとは思いますね。で、講義につきましては、あの、あらかじめマーカー引いてあるテキストをプレゼンターに移してですね、で、ご自身で読んだだけでは分かりにくい条文や、あるいは誤解しやすい条文、読みにくい条文って結構ありますからね、でそれを解説をしてですね、あとまあ論文対策も兼ねまして、条文の趣旨をできるだけまあ短く説明していきます。で、条文の趣旨を覚えるのはですね、趣旨なんか聞かれないから覚えなくていいじゃないかっていう方もいらっしゃいますけども、 確かに多少負担になるかもしれないんですけども、ただ記憶の定着にはですね、何にもわけわからずに結論だけ覚えるっていうよりも、趣旨がこうなってるからこの結論だっていうふうに覚えていった方が覚えやすいと思うんですよね。趣旨ってのはまあ条文の存在理由ですからね。それをセットで覚えていった方が覚えやすいとは思います。はい。で、あと、難易度ですね。今回の特徴的なものは難易度なんですけれども、これは相当やはり、 優しかったと皆さん感じられたんじゃないでしょうかね。で、今までで一番優しかったのが、その、平成28年の12月で、これがもう、企業法の平均点が6割超えちゃったっていう、ちょっと異常事態でしてね。まあ、そのせいか、えー、全体の合格点、ボーダーラインが70超えちゃったっていうのは、これまあ事件ですよね。えー、まあ、その方も事件は起こるんですけども、えー、っと、本当はまあ、だから、えー、合格の目安っていうのが70%っていうふうに、 金融庁の方が言ってるんですから、それをこう、それよりも低ければね、受験生に有利ですから、特に問題ないですけど、それを超えちゃまずいですよねってことが起こっちゃったわけですよね。だからかどうかわかんないんですけど、そこからずっと企業の難易度っていうのはこう、えー、低下の一途をたどってるわけですよね。で、前々回の、えっ、ー、と、令和4年の12月、これがもう、えー、ボトムでして 39.、39.6%っていうことになりました。で、その後、えー、前回、令和5年の5月は、 45.4%で若干優しくなったんですけども、ただね、やっぱりまだ相当難しいんですよ、これでも。で、実際にこう、えー、受験した方に聞いてみて、難しかった、優しかったっていうのが、たい半々ぐらいになる数字が 50. 何ぐらいが、まあ、これがだから標準的な難易度と考えてもらえばいいと思うんですよね。で、それに比べても、今回はかなり優しかったと思うんですよね。で、まあ、あの、ずっとここのところ難しい回が続いてたので、久しぶりに優しい問題解いて、 これ受験生の皆さん何点ぐらい取れるかなっていう感覚がね、ちょっとわかんなくなっちゃったんで、幅は今回持たしたんですけども50、50%から55%ぐらいじゃないかっていうふうに書いてますけども、どっちかっていうと55%よりだと思うんですよね。相当優しくなったなっていう感じですね。で、じゃあその次回ですね、その、令和6年の5月担当の難易度はどうなるかっていうことなんですけども、もしこれがその50%を超える平均点が、 出たとするとですね、そうすると、次の回の作文者は、これはちょっと難しくしないとまずいなっていうふうに思われると思うんですよ。あるいは、その、それこそ60%近くなってですね、その、この平成28年の12月のように、全体の合格点が 70%, 70超えちゃうと。で、それの犯人は企業法だってことになると、それはやっぱり無言のプレッシャーかかってきますから、またやっぱりー40、40%前半、40%台の前半に、 行こう、っちゃう可能性もあるとは思うんですね。ない、ないことはないんですよね。ですから、今までのその、まあ、今回の担当を目指した学習で、以前お話したように、こう、えー、企業法のですね、その担当の知識をこう、富士山に例えますとですね、で、以前のその、この50%台ね、だいたい受験生平均が50%台の頃というのは、こう、8合目、 上から、頂上がまあこの一番ね、えー、取材頻度の高いもので、そこから上からこう、8合目ぐらいまで勉強すれば、だいたい80点取れたわけですよ。それがまあ、ここ、ここのとこ、この5、6回、えー、40%台になってくると、さらにプラスして、もう1号ですよね。えー、もう1合目、頂上からね、この勉強しなきゃいけないと。そうすると、この勉強量というのは、えー、8合目から7合目までの、その、 長さじゃなくてね、これも体積なんですよね、感覚的に言うと。だから、以前のその50%台、平均50%台の得点率の問題と比べると、1.5倍から、1.、1.1点、そうですね、1.2倍から1.5倍ぐらいの勉強しないといけなかったんですよね。で、それがまあ今回、そこまでの知識を獲得する勉強をした方にとっては、実際受けてみたら、あ、今回は80を取れました、90取れましたっていう、まあそういう声が届いてますので、えー、満点取ったって方も、 いらっしゃいますよね。なので、まあ、優しく、相当優しく感じたとは思うんですね。だからといって次回、じゃあまあ、元の8号目までの勉強に戻すかって言って、それでまた、南化されたら、大変なことになっちゃいますので、やはりちょっと気は緩めずにですね、その、前回までのえ難易度を想定して、ある程度細かめのところまで、時間の許す限りえ勉強された方がよろしいかとは思います。 はいこんなとこですかね。あとは、そうですね、であとまあ今後の勉強の仕方としましては、5月担当を受ける方にはです、ね、まずインプット講座としては、上級、担当上級講座を聞いていただきたいですね、全18回で、あのまあかなりあの理解を重視した講義をしていきますので、ただまあ担当ですからね、いくら理解したって、 正誤の判定がつかないと、その、合格点取れませんので、そこはやっぱ暗記はどうしても必要ですけどね。であとは、担当ポイントアップ通りはこれ必ず、その、解いてください。大体まあ、本試験レベルとぴったり合わせる形で出題してますので、えー、その本試験で自分がどれぐらい取れるかの目安にもなると思いますね。担当公開もしもぜひ受けていただきたいと思います。はい、そんなとこですかね。あとはね、その条文を、そのやはり生の条文は、 できるだけそれは読んだ方がいいんですよ。読んだ方がいいんですけども、生の条文をその一条からずっと読んでいくっていうのはなかなか辛いですから、で、そういう方のために、あの、畜生解説講座っていうのがレックではありまして、その教材がですね、上下2冊に分かれてるんですけども、畜生解説、いわゆるコンメンタールですよね。第一条の条文が書いてあって、その条文の、えっ、ー、と、その、うん、あれですね、その、趣旨とか、意味はこういうことですよっていう簡単な解説が書いてあると。 というので、それはまあ、条文を単純に読んでいくよりは、全然その、勉強しやすいですので、まあ、ぜひ、どういうものかですね、テックのウェブサイトに行って、その見本でも見ていただいてですね、良さそうだと思ったら、ぜひ、えー、撮っていただきたいと思います。はい、こんなところですね。えー、それでは、えー、企業法の分析会のパートはこれで終わらせていただきます。どうもお疲れ様でした。 はい、分析会の管理会計論、えー、あ、すみません、担当分析会の管理会計論の方を始めていきたいと思います、えー、担当アレックスで認考し、ニオメアですよ,、えー、よろしくお願いしますあご、ごめんなさい、ちょっとすみませんちょっと噛んじゃったんでやり直します、ごめんなさいすみません えー、それではですね担当分析会管理会計論を始めていきたいと思います、えー、担当アレックス専任講師二葉ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした、まあ、今回の試験についてね、まあ、各問題ごとにまあ分析を行って、まあ、次回の試験に向けた対策についてねお話ができればなと思います、まあ、管理会計どうですかね、あのーまあ、今回の試験に限ったことではないんですけどもここ数年の試験っていうのはずっとそうなんですが 割と理論が点が取りやすい仕様になっていてその後、試験終わった後に何人かから相談というころを受けたときに理論については大抵の受験生の方が取れているかなというところで大体の方8分の6は取れているという印象を受けています2問3つぐらいとどまっている方が多いかなと思います実際、それぐらいの得点が取れていれば合格ラインに乗っかってくるのかなと思いますけども まあここ数年の試験というのはずっとまあ理論で大体2問三つぐらいでとどめましょうと、まあ、それぐらいのレベル間の問題が出されているので、あの比較的この管理の理論についてはね、まあ、安定しやすいところなのかなとは思います。一方の計算についてはね、あのどうしてもその時々の難易度によってね、あの実際に得点できる問題数というところはかなり変動してくるところとなりますので、 まあその日のご自身の調子とか、まあ、問題との相性みたいなものとかも影響は出てくると思いますので、まあ、どうしてもね、あのー、会によってはよくできるし、まあ、会によってはあまりできなかったっていう、ね、そういったブレ幅が生じるっていうところがね、まあ、計算については少なからず多くの受験生が、ねあのー、抱えるリスクになってくるのかなとは思いますただ、その中でもね、まあ、今回の試験ぐらいのレベルであれば、まあ、やっぱり最低4問は取らないとね、合格ラインに乗っけるのは かかななり厳しいかなとは思うんでですね、まあ、できれば理想的には5問は問拾いたいた感じです、まあ、理論で6問拾って、まあ、計算で5問あるいはまあ理論満点っていうのも十分狙うことはできなくはないので、まあ、理論満点で計算4問とかっていうパターンも、ねまあ、割といるんじゃないのかなと思いますけども、まあ、それぐらいね、あのー、一応問題数として確保することができていれば まあ点数自体は70点程度の点数にはなってきますのであのそこまで得点できていれば、まあ、管理会計についてはもう合格ラインを超える、まあ、上位10%に入ってくるかなというふうには思います、はいまあ、最近、ね、そう試験の,あの受験層も、ね、かなり増えてきているというところがありますのでまた、より一層、ね、これまで以上に競争が激しくなるということも考えられますから。 まあ合格ボーダーというところもねちょっと上がってしまう可能性というのはまあ考えられるわけですよ、まあ、その中で管理会計については、今まではあのまあ60点ぐらいというところを1つの目安にしましょうねという話はしてきたんですけども、今後の試験ということを考えるとまあ60点半ばぐらいはねやっぱり取っていかないとまあ10、10%というところに入っていくには、ちょっと厳しくなってくることが今後、多くなってくるのかなとは思います。 もちろん問題のレベルにもよるんですけどね、簡単な問題になってくれば、もっと、ね、上振れするでしょうしあの、難しい問題になってくればもっと下振れするでしょうしね、そこはまあ管理会計という科目自体、結構、ブれ幅がある科目なんでね、年によって違ってくるかなと思いますが、まあ、今回の試験ぐらいの、まあ、レベル感のものが今後も続くということを考えると、まあ、7割ぐらいの得点というのを確保していかないとなかなか10%に入るというところはね、確実なものにはなってこないのかなとは思いますね。はい まあ、なかなかね、管理で7割取んなきゃいけないっていうと、相当なプレッシャーにはなってくるんで、あのー、まあ、実際にね、本試験を受けるときには、まあ、ある程度失敗することも織り込んでね、まあ、他の科目でカバーできるっていうね、まあ、そういう、まあ、想定をした上でね、まあ、受験に臨んだ方が、まあ、結果的に、あのー、まあ、緊張感が少しは緩和されてね、冷静に問題に取り組むことができるんじゃないのかなとは思いますので、まあ、何が何でも7割取んなきゃいけないとかって感覚でやってるとね、結構本試験は焦りが生じて、 まあ問題文とかを読んでも頭の中に情報が入ってこないとかってことが、ね、起こりうるのかなとも思いますんでね、まあ、本当にこの試験、あの直近の試験なんかまさにそうですけど、まあ、かなりメンタル面が、ね、得点に影響するような内容になっているのかなとは思います、まあ、今回の、ね、問題なんかは、あの時間さえちゃんとかければ、ね、解ける問題が多いと思うんですよ。 これまだやってない方はね、しっかりと試してもらいたいんですけども、一回その時間無制限でね、やってみていただいて、まあ、計算問題ちゃんと答えを出せるかどうかですね。もういきなり答えとか見るんではなくて、とにかくもう自分で分かるまで考えるっていう作業を一回やってみてください。結構時間がかかってね、コスパ悪く感じるかもしれませんけど、まあ、それをやった上でね、まあ、実際に答えが出せるんだったらそれでいいと思いますし、 出せないんだったら何で出せないのかっていうところをちゃんと分析した方がいいんですよあのこの勉強がね全体的にできる人と勉強ができない人っていうのは何が違うかっていうとまあ私が見た限りだとこのフィードバックする力がやっぱり違うんですよまあもちろん元もちろんね元々の理解度っていうところもあのその理解する能力とかねあのそういった思考能力とかっていうのはもちろん影響はするんですけどもあのフィードバックする力がやっぱり一番大きなところで まあその勉強がねいわゆるできる人っていうのも初、まあ、めからむちゃくちゃできる人っていうのはごくまれですから、あとから努力してね、まあ、そういったできると言われるレベルに達していくっていう方の方が圧倒的に多いと思うんでね、まあ、その方たちていうのはやっぱりその勉強が相対的にできない人に比べてみると、まあ、その問題を解いて間違えたときに、まあ、そのフィードバックして吸収する力っていうのが、まあ、大きいのかなと思いますんでね。 まあ、とにかく間違えたらそれを、ね、放置するのではなくて、なんで間違えたのか、そして今後、こういった問題に対して間違えないようにするためには何をしなきゃいけないのかというのをそのあたりを、ね、ちゃんとあの反省点として踏まえて、ね、今後の勉強に生かしていくということが、まあ、大事なのかなという,ふうには思います。はい よくね大学受験とか高校受験とかあるいは中学受験とかでもいたと思うんですけどやたらめったら参考書を買ったりする人っていうのは、まあ、あんまり学力自体は高くないことが多いじゃないですか参考書をたくさん持っていてあの参考書がいいよとかこっちがいいよとかっていう風に言ってる人に限っていまいちねそんなに成績自体はすごい上位ってわけではないと。 結局一つのね、網羅的な教材っていうところをしっかりとこなしている方の方が、まあ、結果的に得点とかはね、良かったりすることが多いんでね、まあ、会計士の試験に関してもそこはもう変わりはありませんから、いろんなものにね、あちこち手を広げてあの出していくよりもね、手を,手を出していくよりも、まあ、その今持っている教材をとにかくしっかりと丁寧にやっていくと。 まあ自分が解いた問題の復習なんかを丁寧に行っていくっていうのがあの学力を向上する上では、まあ、重要な作業になってくるのかなとは思いますはい、まあ、これも管理会見に限ったことではないですねもう全体的に言えるような話にはなってきますんでその間違えてねその間違えたものをそれで終わりにしないと、まあ、今後のことをまあ考えた上でねあの もう1回同じような間違いをするしないようにするためにはどうすればいいのかっていうのを、ね、考える機会にしてもらえればなと思います、はい、で今回、ね、まあ、この分析会にあたってレジュメとあの本試験の問題があるかと思いますけども、まあ、レジュメは、ね、また見といてもらえればいいんですけど、まあ、全体公表、ですね私が先ほど話したような、まあ、理論で6問、まあ、計算でできれば5問というところですねこれをまあ目標設定として示しています。 でも形式面はここ最近ずっと同じですねあの、計算と理論で半分半分で、配点ベースだと計算60点、理論が40点、原価計算分野、管理会計分野ともに50点ずつっていう、このあたりの、ね、問題構成とかっていうのは、もうここ最近ずっと同じ状況が続いているんで、まあ、基本、次の試験についてもこれを想定しておけばいいのかなとは思います。で次に 2ページ目開いていただきますと、まあ、この各問題に対するコメントっていうところを、ねまあ、掲載しているので、まあ後からね軽く見ておいてもらえればなとは思いますで各問題ごとにねこれは確実に取りたいとか、まあ、この半分はねこの問題のうち取りたいとかですね間違えてもいいとかっていう、まあ、こういったあの分類を行っているんですけども、まあ、今回ね 計算問題については大体いい正当可能性として、まあ、中から高の間ぐらいのレベル間の問題というのが多かったような印象がありますねどの問題が、ね、特別難しいというのはあんまり正直ないんですけれどもどの問題もおおむね同じぐらい、まあ、問題の10だけは、ね、あのとりわけ簡単な問題だったのかなと思うんですけど財務情報分析の計算ですね これも5分とかからずに計算できるような問題となっておりますので確実に正解したい問題だったと言えますね、まあ、それ以外の問題は特にこれが難しいとか、まあ、これが簡単だっていうのは、まあ、そんなに大きな差はないのかなっていう印象があります、まあ、結局どの問題を解いたかっていうところですね一応まあ正当可能性高と中で、ね、分けてるといえば分けてはいるんですけど どちらかというとその見た目的なところでね類似問題を見ているかどうかというところで見たことがあるかどうかというところでまあ分けているというかあの正当可能性が高の計算問題というのはまあこの等級別の総合原価計算の問題とまあこの問題の5番ですかね問題の5番とあと、この問題の10番の財務情報分析と あと問題の11番の CVP 分析ですねこの辺り正当可能性高という評価を一応計算については行っているんですけれどもこあこうらってまあ類似の問題っていうのをねどこかで目にしているはずなんですよだから見た目的にね そんなに難しさっていうところを感じない問題となっているのでその辺りはねあの受験生の皆さんにとっては、まあ、回答を進めるうえで、ねまあ、結構安心感を持てる要素になってくると思うんですよ、まあ、この資料だったらまあ解けるでしょうとかねこの資料の与えられ方だったらっ解けないかなっていうね割とそのファーストインプレッションみたいなものっていうのが、まあ、今後の回答の精度に影響する部分っていうのはかなり大きいんでね 見た目的に見たことがあるとか、見た目的にかなり資料が簡素化されているって言うのはあのまあ、思ってる。以上にですね。まあ、正当可能性に影響を与えてくるというか、まあ、回答の精度に影響を与えてくるっていうところがありますんで、だからまあそういったことも織り込んだ上でね。正当可能性っていうのをつけていると考えてもらっていいと思います。だから、人によってはね。別にそういったことはね。関係なく、あの問題の8番の標準原価計算の方が。 CVP 分析よりも難しいとか、ね、あの簡単だとかいろいろその辺りの感覚いうのは違ってくるのかなとは思うんですけども、まあ、CVP の方が難しい方もいるでしょうしねそこはもう人によりきりだとは思うんですが一応全体の傾向として、まあ、取りやすいもの、取りにくいものというところをねちょっと選別をして確実に取りたいとか半分は取りたいとかというような、ね、区分けをつけています。まあ、とりあえずね まあとでざっと見ておいてもらえればいいかと思いますのであの、各問題についてざっと確認をしていきたいと思うんですけども、まあ、問題の1位ですね、これも特に問題はないですね、あの非常に平易な理論問題だったと思いますから、問題の1はは、ね、結構難しい理論が出てくることがあの多かったりするわけですけども、まあ、今回はあのかなり切りやすい選択肢だったと思います。 本当に予備校の当連でも、ね、似たような選択肢とかっていうのは見覚えがあるのかなとは思いますのでここは確実に合わせたいところですで問題の2番の材料比会計ですけども、まあ、これは、ね、落ち着いてやれば絶対解けるはずなんですけれども、まあ初っ端の計算問題としては、ね、まだエンジンかかってない状態でこの問題を見てもちょっと頭に情報が入ってきづらかったのかなと思います。 まあ計算パターンとしても2パターン計算が問われているので、まあ、焦ってしまうと、ね、なかなかうまく回答にたどり着けないんじゃないかなとこれがまあ問題集の問題だと、ね、正当可能性は確実にこうという評価になってくるんですけども、まあ、限られた時間の中で、まあ、この問題解かなきゃいけないということを考えたときに、まあ、一応中という評価にはなってくます別に何かこの問題構造的にとか質的に難しい要素が含まれているわけではありませんのでもう単純な問題ですね まあ材料副費の予定配布をするんですけどそれ一括配布するのか費目別配布するのかっていうのが問われているだけですからもう地道な計算をやっていただければ回答にたどり着けますただまあ実践的にはね結構飛ばした方もまあまあいるんじゃないかなって気はするんですけどもただまあ材料費会計単体での取材ってことになりますんでねそんなに内容的にも難しくないだろうなっていうことはねあの解いている中でもおそらく 感じられる部分でははあるのかなとは思いますんでもしまあ時間をかけたのであればね正解したい問題だったかなとは思いますねで次の問題さんは久しぶりに出たねこういった穴埋め問題ってことになりまして、まあ、基準の16番の穴埋めですね まあこれ自体、ね、別に難しくはないんですけどもただまあ今後もこういうものがもしかしたらまた、ね、たまに出てくることがあることを想定するとやはりまあ原価計算基準の原文というのは、ねまあ、しっかりと目を通した方がいいのかなとは思います、まあ、常日頃言っていることではあるんですけどね、まあ、本試験の直前期には、ね、やっぱり基準のこういった原文に当たって、ね、表現がどうなっているのかというのをまあ確認する作業というのはした方がいいのかなと。 直前期に読んでいた方と、ね、読まなかった方とで、まあ、この辺りの,、ね、あの空欄に入る言葉の、まあ、イメージといいますかね、まあ、この選択肢からこの言葉が入って特に違和感がないなという、ね、この用語を入れたときの,、ね、の文章に違和感を持てるかどうかというその辺の辺、ね、話が変わってくるのかなと思いますのでやっぱり原文というのは、ね、直前には少なくとも、まあ、1回は読んでおかないといけないかなと。 でこれちなみに論文でも、ね、こういう穴埋め問題出てくることがごくまれにありますので,、ね、でそのときに、ね、やっぱりできる人、できない人で結構差がついてきますから、まあ、論文の試験の方が、ね、担当以上によりシビアな、ね、戦いが迫られますので1点の重みというのが、ね、担当以上にありますから、まあ、こういう、ね、穴埋めみたいな問題というのは知っていれば解ける問題なので、えー、まあこういったところで得点の、ね、取りこぼしが起きないように。 論文の,、ね、あの対策をするときにも、ねまあ、直前期には、ね、見ていただきたいところかなとは思いますね、この原価計算基準は、はい、で次の問題4番、まあ、これが一応唯一正当可能性、定としたんですけど、まあ、内容的に難しいというよりは、まあ、資料が多いんで、ね、であとまあ集計項目も多いんで、まあ、どうしても、ね、時間の制約の中だと、まあ、きついかなというところです。 まあ一番時間のかかる問題だとは思いますねまたちょっと資料の与えられ方も珍しいですからね補助部門費の配布基準とかもこういった文章で、ね、示されてるっていうところですし今回子孫慈悲の間接経費処理が問われているわけですけどもその子孫慈悲の予算額っていうところが、まあ、製造間接費のこの資料2番で示された第2製造部門の予算とこれ別立てで この金額は分けて資料が与えられているというのもちょっと珍しいんでね、まあ、この辺のねちょっと資料の与え方的なところでねあんまり見覚えがないなっていうところで結構計算に手間取ってしまった方がいるんじゃないのかなとは思いますただこの辺りはねちゃんと理論的な背景とかが分かっていれば解けるはずの問題なんですよ この第二製造部門で生じる子孫っていうのはその作業の性質に起因して生じるって書いているのでその特定の製品の、ねまあ、使用の厳しさそれに起因して発生しているわけではないんでもうこの表現が出てくればこれ間接経費として処理をさせたいんだなってことが読み取れるとでなおかつね子孫慈悲のこの予算額っていうところとして 3600円とかっていうのが示されていてこれを部門予算額の中に計上して予定の配布を通じて製品の原価の中に子孫磁器っていうところを含ませていこうっていうねまあそういう計算の指示が出てきているわけですからこれも間接形処理だっていうのが確実に判断できますんでね理論的な背景が分かっていればこのあたりのね指示の読み取りの精度っていうのが高まるとこの問題がそのいい例かなと思います でもその点に気をつけていただければですね、まあ、問題自体は別に難しい感じの問題ではあの決して実はないんですけども、まあ、落ち着いて計算を進めていただければ回答にはたどり着けるかとは思います、まあ、また具体的な、ね、計算についてはあの当日に挙げている、ね、あの解説動画がありますのでそちらをご覧になってくださいで次の問題の5番ですねこちら、等級別総合の問題ということになりますが まあもうこれは10係数を設定するという箇所がちょっと変わっているかもしれませんけども,もう明らかに材料の消費量と作業時間というところが示されていてここに着目して10係数設定して、まあ、この原材料費の10係数が1対0.7加工費の10係数が1対0.9だなということはまあ分かると思いますのでね、まあ、あとはいつも通りの計算っていうのをやっていけばいいだけなので非常にシンプルなテキストの説明レベルの問題かなと思いますので。 この問題は確実に正解したい内容だったかと思いますでこういった問題ができないっていう方はとにかく計算の精度が低いんですよねそれを改善しないことにはですね、まあ、こういうものを取りこぼしっていうのがボコボコ生じることになりますんでねで計算精度を高めるにはどうすればいいのかっていうとやっぱりやった量にねそこは比例する部分が少なからずありますんで もちろん完全に、ね、性比例するわけではありませんけれどもただ、やらないことにはその精度っていうのは絶対上がらないわけですから、まあ、しっかりと、ね、手を動かして解くという作業をもっとやられた方がいいのかなと思います結構、ね、直前期とかっていうのはあのー、もう問題集とかも何回転もやってるとですね、もう目で解くというところが常、ね、態化していてで、まあ、目で解くで別に普段は構わないんですよ。 問題集を解く目的っていうのはあくまでも論点確認のために解いているわけですからあの別に目で解ければそれでいいんですけどただ、直前期はちょっと手を動かすぐらいの方がいいんですよあの先入観みたいなものっていうのがどうしてもあったりしてあの実はこれ解けると思ってるんだけども解けないとかねそういうケースっていうのがあったりもするんで直前期は多少手を動かす作業っていうのはやった方がいいんですよ ある程度、ね、その問題集とかもしっかり回転されている方で、まあ、今回のこういった問題とかが解けなかったという方は直前期に少し、ね、そういった計算問題を実際に手を動かして解くっていう作業をあの挟んであげれば、ね、本試験の正答率っていうのは、まあ、ちょっと改善してくるんじゃないのかなとは思います、はいまあ、少なくともこれ内容的に別にわからないという方は、ね、あのもう一通り勉強された方であればいらっしゃらないのかなと思うので本当にちょっとしたミスだと思うんですよ。ちょっとしたミス そういうところを、ね、いかになくせるかっていう勝負になってくるんでね担当でも論文でもそこは変わりませんからほんのちょっとのねそういったミスのところっていうのをとにかく、まあ、最小化するっていう努力をしていく必要性があります、はい、で次の問題6はもう簡単な理論ですねはいこの辺りは問題ないですねで問題7 標準原価計算、これまあちょっとね選択肢の異の正誤判断を難しく感じる方はいるとは思いますけど、まあ、結構、あのー、本試験開けてから話を聞いたら7番はね正当可能性中にはしてますけど、まあ、合ってる方が多そうなんで、まあ、こうでもいいのかなって感じですね、はい、で問題8これまあちょっと変わった問題で、まあ、基調に関するね、まあ、手続きが問われてるわけですが基調方法が特に示されておらず この仕掛かり品勘定に記入されている数値からどういう基調方法が採用されているかを推測するようなそこから始める問題です、まあ、ちょっと変わった問題ですよね、まあ、とりあえずねこの原価債がこの仕掛かり品勘定で、えー、認識されている以上ね、まあ、パーシャルか修正パーシャルだってことはわかりますシングルではないなとでパーシャルと修正パーシャルの違いは単価面の債を計上するかどうかなんで 価格差や賃率差っていうところが仕掛かり品勘定において把握されていればそれはパーシャルプランだし価格差や賃率差っていうのが登場してないんだったらそれ修正パーシャルプランなんでその単価面の差を計算してみてその金額があるかないかで判断してあげればいいとで結果的に今回はねそういった単価面の差が仕掛かり品勘定に計上されてないんで修正パーシャルだって判断ができます、はい、ちょっとそういうね あの実践的な判断っていうのを伴う問題となっているんですけども、まあ、これぐらいはただ、あの起点を聞かせて、ね、対応してもらいたいところではありますね、はい、そこの判断さえ間違えなければ、あとは製造・間接費の再分析が今回、変動費と固定費のデータが示されていない以上、ね、固定予算に基づいた再分析をやっていかざるを得ないという、そういう判断ができたかどうかというところですね。 どうしてもねあんまり固定予算使った再分析ってやる機会が少ない分ねもうどうせ公式を変動予算でしょっていう前提でやりがちなんですけども固定費と変動費のデータの内訳がなければですねそれも必然的に固定予算に基づく再分析をやっていかざるを得ないということになりますはい。そこの判断もねまあ今回必要とされるところだったということで まあそういうちょっと実践的な判断を伴う問題となっているので、まあ結構いい問題だったのかなとは思います、はい。よろしいでしょうか。で、まあ次の問題9の理論ももう問題ないかと思いますので、次の問題10ですね。<laughs> まあ財務情報分析の問題で、まあ非常に簡単な問題ですね、これはね。ROE の計算と、その ROE の展開っていうところが問われていて、で、最後に、 まあ税引き後営業利益と投下資本を使ったですね、まあ、投下資本の利益率っていうところが計算問われているとで、まあ、前期末と等期末の BS データが示されているので、まあ、これ両者合算して割りにをしてあげた、ねまあ、金額、まあ、基調の平均残高に基づいた計算っていうのをやっていかなければいけないんでそこだけ気をつけてもらえれば特に問題なく、まあ、割と迅速に回答にたどり着ける内容だったかなと思います、まあ、特に選択肢の作りとしてもね まあこれ2番が正解ですけどもあの別にこの「あ」を計算したらこれ4.85になりますんでこの段階で1から3まで選択肢は絞り込めるわけですよで大体この手の問題って、まあ、次の「い」のところが同じ選択肢っていうところが用意されてたらこれ1番はまあ除外されるなというところでもうこれ「う」から計算すればいいんですよでちょうどこれ1から3の選択肢で、まあ、この「う」のところ 1> 1から3の選択肢全部答えが違いますのでもう「い」は計算するまでもなくね「あのう」のところを別に計算してあげれば選択肢選ぶことができるんで、まあ、そういう実践的な解き方みたいなところもねやっていただきたい問題だったのかなと思いますわざわざ別に財務レバリッジ計算するまでもないですからね選択肢からね必要な計算をやっていくっていうのは、まあ、テクニックとしてそこは身につけておいた方がいいところかなとは思います で次の問題11はこれ感度分析の問題ということになりまして、まあ、見た目はね簡単そうなんですけども数字が細かいんでねちょっと面倒くさい問題ではあります時間かければ解けると思うんですけどね結構このね単位製造原価単位当たりの変動製造原価の0.8%減少するっていうのを計算に織り込む時にミスってる方がねあのそれなりにいるんじゃないのかなと思います、まあ、92%をね掛け算してしまうみたいな形で まあ計算処理をすると、まあ、0.8%というのはね、もうこれ別に8%でいいじゃないかという感じもするんですけども、まあ、0.8%という、すごい、ね、あの小さな変化というのを織り込んでいかなければいけないので、ねまあ、ここはちょっと、ね、計算が煩雑なのかなとは思いますけども、まあ、冷静にしっかりと,、ね、ちょっと丁寧に回答を進めてもらったら、まあ、計算自体は別に難しくはないですね。はい、でも次の 問題12も飛ばしていただいて13も飛ばしていただいてで14のこの生産在庫管理の話で、まあ、経済的発注量の計算ですね、まあ、久しぶりに出ましたけども、まあ、この経済的発注量を計算させてでなおかつ、まあ、今回の問題は、まあ、この1カあ当たりの発注量を変えれば購入代価が変わるとじゃあ1カ当たりの発注量が何個の時に購入代価も含めたまあ金額合計っていうのが 最小化されるのかの計算が問われてるってことで、まあこのあの計算は、ね、別に経済的発注量の計算の式なんかを、ね、公式なんかを覚えていれば特に問題なく回答できると思うんですけどイ、まあの計算については、まあ、これできるできないでちょっと差がつくかなとは思いますちょっとひらめき的な要素必要ですよねこれ400個のときとか500個のときとかっていうふうに場合分けを行って、ねまあ、計算を進めていかなければいけないので 400個購入するときの購入、まあ、原価とあと在庫関連費用の合計っていうのがいくらなのか、まあ、500個のときの、まあ、購入原価と在庫関連費用がいくらなのかっていうね、まあ、それを調べていくほかありませんのでね、まあ、そんなに時間はかかりませんけど場合分けをして計算をやっていかなければいけないんだっていうそこにまあ気づけるかどうかってとこですかね ちょっっととそういうい算数とか数か学チックなな方になっていま,す、はい、まあこの辺りはだからもともとのそういうね計算能力というか、あのー、そういう算数の文章問題とかですね、まあ、数学のそういった場合分けをした計算みたいなものとかを、まあ、昔からねやったことのある方とかの方がちょっと有利に働くような問題だったのかなとは思います。 そういういねちょっと抽象的な、まあ、何と言っていいかわからないですけども、まあ、こういった数的な問題に対する対応力みたいなものっていうのを漠然と鍛えるっていうのはなかなか難しいんでね別にまあこれが解けなくても他のところでリカバリーすれば問題はありませんのでなんかこういうものがね対応できないから、まあ、試験に受からないとかってことはありませんからそこはねそんなにあの気にされる必要性はないのかなと思います。ただ あのそういった数的な問題に対する対応力の高い方の方がやっぱり管理会計は特定しやすいというところではありますん、ね、で管理会計だけで合否が決まる試験だとあの解けないとねちょっとかなり大きな不利になってくるかとは思うんですけども、も別に全体で合否が決まる試験ですから、まあ、そういう、ね、対応力が特段なかったとしても特に試験の合否においては、ね、問題は起こらないかとは思います。はい だからまあ漠然と、ね、そういう能力を鍛えようとかってことは考える必要性はないんで、まあ、今回の,、ね、あのこういった問題っていうところを糧にしてあこういう取方をするのかっていうところを経験値として蓄積するだけで別に構わないとは思いますね、はい、で次の問題16で最後になりますけど、まあ、これは業務的意思決定の問題ということになり、まあ、シンプルな問題ですね、まあ、最後の問題なんでねやらなかったという方もいらっしゃるんじゃないのかなとは思うんですけども あのまあまあ別に解きやすい問題といえば解きやすい問題なんで、まあ、こういうねロット生産を前提として差額減価の計算をやらせるような問題とかっていうのは、まあ、問題集にも似たような問題っていうのはありましたし過去問でも、ね、似たような問題っていうのはありましたんでなんかそれと紐づ付けてね回答を進めることができた方は、まあ、正解できたんじゃないのかなとは思いますはい。 ただまあ今回の試験問題はね、まあ全体的に言えることではあるんですけど、あんまり過去の焼き直しみたいな問題っていうのが計算問題に関しては、まあなかったというところで、あのー、割とね、 そういうい過去の焼き直しみたいな問題が、まあ、出てくる年っていうのが多かったりするんですけども、まあ、今回はもう完全にねちょっと新規で作っている感がねあ,のあるなという印象はありますね、まあ、最後の問題ちょっと似てるんですけども、も、まあ、でもやっぱりちょっと違う要素が入ってきたりしているんでね全く同じ問題ではありませんから、あのまあ、過去問対策っていうところではねなかなかあの今回はね過去問と同じ問題が出ているわけではないんであのそこが得点にねちょっと結びつきづらい部分はあったのかなと思いますけども。ただまあ あの管理会計、ね、次の試験においてもまたこういう問題なんかを、ねまあ、解いていかなければいけないということを考えたときに、まあ、今からじゃあ何をやらなきゃいけないかというと、まあ、やれることは結局限られていて、まあ、計算の問題集をやっぱり日々回すという作業なんですよ、でこれをもうしっかりやっていくしかないとでとにかく丁寧に一問一問、ねまあ、その問題が取り扱っている論点が何なのかというところを、ねまあ、しっかりと確認をしながらです、ね、知識整理を図っていく。 そして、定期的に実践的な問題演習ですね。当連なんかを通じて、時間を計って実践的な問題演習を行って、対応力を上げていく。時間間隔なんかを身につけていくっていう。まあ、これぐらいしかね、ほとんどの受験生としてはやれることっていうのはありませんので、まあ、特に、とにかく何か特殊なことをする必要性はありませんから、あの、まあ、これまでやってきたことをね、さらに強い強度でやっていただくっていうような形にはなりますんでね。で、まあ、問題なのはね、問題集とかももう、 あの5回とか6回とかあの10回とかね、まあ、やったんだけれども、全然計算が得点に結びつきませんっていう、まあ、そういう方ですよね、やってない方は別にやればね、惰性で点数自体伸びていくでしょうけど、やったんだけど得点ができないっていう方が一番ね、あのどうすればいいかっていうところがなかなか見通しが立ちづらいところだとは思うんですけど、ただ、その、やった方でね、今回得点できなかったと。 まあ2問ぐらいしか例えば得点できなかったのであれば6問間違えてるわけですけどその計算6問やはり何で間違えたのかっていうところをちゃんと考えた方がいいと思うんですよその単に知識面であの足りない部分があったその場合はまあ問題集の回転っていうところを単に表面的にやってしまってるだけで問題集を解くこと自体を目的化してしまってる可能性があるんでちゃんと問題集を解くっていうのは論点を確認するためのものなんだと この問題集のこの問題1番っていうのは2番と違ってここを確認しなきゃいけないとか2番はここ注意しなきゃいけないとか3番はここがポイントだなっていうところをねしっかりと意識して問題ごとに丁寧に対応していくっていうのが問題集の回転作業をするときに重要になってきますそのことをね意識的にやっぱり取り入れて回していく必要性はあるのかなとは思いますね、はい 何か、ね、教材とかを抜本的に変える必要性とかはないので、まあ、その取り組み方ですね取り組み方、全然その2問ぐらいしか点数が取れてないのであれば、おそらく知識面で足りてない部分があるはずなんですよ。そこを、ね、ちゃんと自分の中で、ね、何が足りてないのかというところを把握した上で、まで、あ、今後、対策を取っていかないとまた同じ結果になってしまいますから、まあ、計算については、ねまあ、しっかりとさっきも言った通り 今回の問題だったらちゃんと丁寧に解き直しをしていただいてなんで解けないのかというところをしっかりと追求していってください、はい、で理論に関しては、ね、あのもうテキストの読み込みと一問一答問題集をやれば、ねあのー、次の試験についても対応できると思いますので、ね、そこはもうあんまり心配される必要性はありませんから、まあ、当面の間はとにかく計算対策を中心に進めていくってことを心がけてもらえればなと思います、はいまあ、それではね まあこれで分析会の管理会計論は以上となりますので、えー、皆さんお疲れ様でした。はい、えー、それでは、えー、分析会、えー、監査論始めていきたいと思います。えー、担当久坂ですよろしくお願いいたします。はいえっ、ー、と今回ね令和六年第一回試験まあ十二月の担当式試験ですけれども、まあ、監査論に関しては。えー 解答速報ということで動画 YouTube の動画でも言った通りそこからあまり変わらずですねやはりはっきり言うと合格ラインとしては 75%15、まあ、問欲しかったなというのが正直な感想ですよく言えばね16問まあ取れたら良かったかなという問題であったことは間違いないなと思っています。 まあ、あの担当式試験の監査論は、ね、いつもの通りなんですけども、えー、広い分野から、えー、まんべんなく出る、えー、今回もその傾向はあまり変わらなかったただあの今回は、まあ、特に、ね、予備交換で回答が割れてるというところもないですし、えー、特にです、ね、何かあこれはあのもう。 最後まで疑義が残るなっていう問題もなかったということを考えてしかもですね、まあ、あの過去問で出てる選択肢の焼き直しっていうのがやはり監査論では半分近くあるっていうのはもうね毎回のことで今回もそれには変わりなく過去問で出てる問題がやっぱ半分ぐらいは選択肢として出ていたということとあとねそれ以外のところでもまあ比較的解きやすい問題が多かったんじゃないかなというところでちょっとね7の 15%つまり15問から16問ということを考えております。なのであなので今回ねまた最後にも言おうと思ってたんですけども15問16問取れた方はも,うも,もちろん問題ないし、えーね、合格あの他の科目との兼ね合いもありますけれども、まあ、合格ラインと。一方で じゃあ10問とか、ね、11問だったという方っていうのは、まあ、やはり、ね、まだあのインプットが足りないということがありますので、まあ、そういったところも含め最後に、ね、あの総括したいと思いますが1個1個問題を見ていきましょう。でえー、と時間が、ね、それほどなないいの,20分ぐらいなのでで分らとか あのざっと見ていきますポイントを見ていきますがまず問題としてはです、ね、こんな感じですね問題1から問題20まであって今回はです、ね、正しいものの組み合わせを選ぶ問題だけだったということで1問全部5点なので20問で100点満点ということですでこのお配りしているレジュメにも、ね、書いておきましたが正当可能性高い問題が全部で13問ですねそして中程度が6問。 低い問題が1問でしてで生徒可能性高い問題13問のうちまあここはでよく言えば12問。 えー、13問取れればいいですが、まあ、12問は取りたかったなというところですねで正当可能性中程度の問題が6問ですが、まあ、ここで3問取れて合格ライン75問70あ15問で75%で中程度で4問ぐらい取れたらあまあまあ,あの上出来だなと思います。正当可能性低いいい問題はねこれは取れ取なくていいのでということで正当可能性高い問題12問正当可能性中程度が3から4問というところがあの取ってほしい問題 取って欲しいいとところというころうになりますじゃあ一個一個ねどういう問題だったか、まあ、細かい解説まではちょっと時間的にできないですがどこがポイントでどういうふうに得点を取るべきだったのかということをざっとね見ていきたいと思います。 でえー、と問題1ですけれどもちょっと画面ね、えー、と引,いて引きますので若干文字小っちゃくて見にくいかもしれないですがこんな感じで、ね、全体像を映していきますで、えー、とまず問題1これはですね財務省監査に関する基本的な問題でもう「あとが、ね」と「い」が絶対「丸なんですで「う」と「え」は絶対罰×ということで これはですねもうどうやっても取ってほしかった問題ということになります。ちょっとね、えー、細かいところまで踏み込むと時間なくなるのでちょっとこのぐらいでいきますけども、ねまあえー「あ」のところはね、えー、意見表明に関する、まあ、財務省幹部の目的の話ですし「い、えー」意のところはですね精査は必ずしも必要ないといったようなこの、ね、示唆採用の根拠の話でした。 「う」ウは絶対的な保証っていうのは与えることができないし絵の、ね、実務指針の話ですけれどもこの実務指針にね何が含まれるかっていう問題は過去問でもしょっちゅう出てますのでここもは過去問を解いてれば絵なんかははっきりとね足を切ることができたと思いますまあここは「えー、あ」と「い」が絶対丸だし「う」と「え」が絶対バツということで問題1ですねで、えー、とこういう形でちょっとね、えー、ポイントを見ていきます問題2の、えー 我が国の公認会計士監査制度とその歴史的経緯、これはできなくていいです。これは正当可能性が低いもので、ここまでさすがに試験の、ね、ために準備はできません。特にあの、あ、あ、えー、あから見ていくと、あのね、戦前にも、商法上の監査役監査といった制度が設けられていて、これは事実ですし、戦後にね、 これとは別に証券市場法制が整備される中でまあ証券取引用に基づくね公認会計士監査制度が新設されたこれも事実ですがこんなところまでえあの事前に準備する必要はないです。なので、あが丸だということはこれは丸なんですけどもこれは知らなくていいし 医のですね、代替者の監査というのはこれは昭和49年の商法特例法が設けられたときからある制度で、まあ、昭和49年の商法特例法の、ね、による代替者の監査というのは意外とあの監査論の中では有名な話ではありますが、まあ、今の、ね、受験生がそこまで知っている必要もないので、まあ、イもですね、医はこれね 会社法ができた時に会社法上の大会社の監査が設けられたというのは罰でもう昭和49年からあった話なので罰なんですがこれはもう知らなくていいと。で うわね、これはねでできて欲しいんです、ね、うわ監査法人が合併によって大規模化するにつれて従来の無限責任社員による法人制度では現実的ではなくなってきたとそのために設けられたのが特定社員や有限責任監査法人の制度とありますがこれちゃんと勉強していなと気づけたと思い方は、ねえー、無限責任社員による法人制度は現実的じゃなくてだからね社員の責任が重たすぎるということで指定社員制度ですよね。指定社員制度とか有限責任監査 監査法人制度ができてきたということで特定社員というのは単に会計士以外の例えば IT の専門家とかが、ね、監査法人の社員になれる制度ですから全然話が違うということで「うは」はつなんですね。 はい、なので、まあ、うはわかるけど、あもいもわからないし、エは、ねまあ、丸というのは、これもわかるかもしれないですね、内部統制報告書とその監査制度、まあ、いわゆる内部統制報告制度は、上場会社での、ね、大規模な会計不正が相次いで発覚したんで、米国の制度参考に設けられたと、なので、うが×、エが丸しかわかんないので、これは問題には取れなくていい問題だったということになります。はい で問題3の会計士、えー、および監査法人の独立性にかかる会計法の規定に関する問題ですがこれは、ですねあと A が絶対罰なので、まあ、そこで取ってほしかったということですねで、えー、7年監査をしたら、えー、原則2年ですよ7年5年じゃなくて7年2年なので、ね、このローテーション制度というかね、えー クーリングオフ期間は2年間ですから原則。ヒット業務執行者とかが5年間、7年やったら5年とか、そういう制度はありますけども、基本的には7年、2年。これは知っててほしかった問題ですし、あとね、A のところは2箇所おかしいところがあって、公認会計士及び監査法人は、えー、大会社等において監査証明を行うときは他の公認会計士を補助者として使用するか、または他のこう監査法人と共同しなきゃいけないってありますけども、そもそもこの共同監査っていうのは、 個人の会計士が監査をするときに共同して監査をしなきゃいけないのであって監査法人が監査するときはもう少なくともこれ5人以上いますからねなので監査法人が誰かと共同しなきゃいけないって話はおかしいししかもですねじゃあ会計士が誰かと共同するときに 他の会計士を補助者と使用して使用するかまたは他の監査法人と共同と書いてありますけども他の監査法人じゃなくて個人の会計士でもいいので、ね、そこもおかしいということで絵、まあ、はあのどう考えても×ということで、まあ、あと絵が絶対×なのでこれは取ってほしいということですね、まあ、あと、あのうが丸っというのはこれは分、えー、かるところでいが判断迷うかもしれないですが、えー、うは丸なので、まあ、あと絵では×で取ってほしかったという問題です。 では問題4はです、ね、禁償法の規定に関する問題です。でこれは正当可能性、中程度ということで、ね、出しておりますが、そうか。 えっと、ごめんなさい、第一問、問題一はですね、ちょっと飛ばしちゃいましたが、問題一は正当可能性高い。で、二問目が低いと言いましたね。で、三問目、一個前のやつは正当可能性高い問題でした。で、この問題四は、中程度なんですが、個人的には。中程度の中では、取ってほしかったかなというふうに思っております。まず、あの、ね、有価証券報告書。の、に含まれる財務省に、ね、重要な協議記載がある場合に。重要な協議記載がないと証明した会計士は、まあ、これ刑事責任を問われること。 あるっていうのはこれね刑事罰があるということは多分知っていたかなと思いますしでうのねえこの虚偽の監査証明を行った場合の不受理措置これ全部または一部の不受理っていうのもこれも知っててほしかったんですねだからあとうが丸っていうところでまあ取ってほしかったということですしのねえのこの法令違反等事実がですね財務省の適正性に影響を及ぼす 場合に関西役等に通知というのもこれ過去問でよく出てますから絵が×というところもねまあできてほしかったしあと、「い」のですねこれはよく読むと「い」が一瞬難しいと思うんですがこの,損害の虚偽の証明を重な虚偽記載を含む財務省についてねでその虚偽の証監査証明を行った会計士は その損害と重要な虚偽記載との間の因果関係がないことを証明しない限り損害賠償責任を負っていますが会計士が損害賠償責任を負うのは正当な注意を払っていなかった場合ですからねこの虚偽記載とのね損害の因果関係なんていうのは全く関係ない話なのでまあここはですね何とか取ってほしかったかなと個人的には思っておりますで問題5です。 問題5は会計監査人及び会計監査人の監査に係る会社法の問題でこれ正当可能性が高いにしてますでなぜならば「あの、ね」の、えー「のですね「仙任後1年以内の定時株主総会で再任しない旨の決議がされなかった場合は、えー、再任されたものとみなされる、まあ、これはですね会社法の勉強もされているので、まあ、取ってほしかったなというのと「うの」の、えー「子会社の会計に関する報告とかね財産の調査 というのはこれはあの会計監査人に権限があるけれども子会社は正当な理由があれば拒めるこれはもう超典型論点ですよだから「う」が丸なのは絶対に分からなきゃいけないとで「い」の会計監査人設置会社のところで会計監査人のみが監査をするってねこれ監査役も監査しますからここも誤りですしねあと「エのですね取締役会設置会社で会計監査には 役会承認を受けた計算書類と付属明細書を監査するんじゃなくて役会から提出された計算書類と付属明細書を監査してその後に役会承認ですからこれ順序がおかしいですからねなので絵も罰なんで、まあ、ここは、ねえー、正当可能性高いとしてますし取ってほしい問題だったと,、はいえー、っとそして問題6にいきます問題6はです、ね、内部統制監査ですねで問題はは正当可能性これは高いと しております、はい、でここはですね、あと絵が×なんですね、それで撮ってほしいと。で、あの内部統制監査が実体監査なわけないですよね、内部統制報告書っていう情報の監査ですし、ね、情報の監査。で、えっ、ー、と、絵のところはですね、監査人は、 これ内部統制の運用評価をやる場合に監査人自らサンプルを選択することはないこれむしろ監査人自らサンプルを選択するのが原則ですからねそういった意味であと A が×だということでうの選択肢はこれ後で見ていただくと,ちょっと、ね、若干あの迷うところであるかもしれないですけどもあと A が絶対×で、e の同一の監査人。内部統制監査と財務省監査の監査人が同一というのは、ね、業務執行社員まで同一というのは,もうこれはもう超典型論点ですから、まあ、そういった意味でまずうが微妙に思うかも しないけども、あと A がバツということでとってほしいというところです。で、えっ、ー、と問題7ね、これも正当可能性、あ、これは正当可能性中程度なんですが、えー、個人的にはこの中程度は取ってほしい問題だと。なぜならば、イと A ですね。イと A がこれも丸なんですよ。で。 E、は業務実施者、まあ、監査で言えば監査人保証業務の問題ですが監査で言えば監査人が自らが主題に責任を負うもおよび想定利用者となることはできないまた主題に責任を負うもの、まあ主に経営者ですけどもは想定利用者となることはできるが唯一の利用者となることはできないもうこれあの学習内容そのままですからねであと、絵のところは業務実施、まあ、監査で言えば監査人が自らの期待判断および個人的な経験を 保証業務に適合するる一定の基準として用いることは適切じゃないこういうのがなんか,か,かえって監査論勉強しちゃうと難しいと思うんですけどもこれ、常識的に考えて当たり前に丸ですよねなぜならば自らの期待とかそれ監査業務実施は監査人だとすれば監査人の自分の勝手な期待とか、ね、自分の判断、個人的な経験これを一定の基準として用いるってダメですよね個人的な経験なんかはね。あの 専門家としての判断をするときに過去の経験を生かすことはもちろんそれはいいんですけどもこれ、基準従うべき基準にね自らの期待とかねそんなことは含まれるわけはないなということで常識的に円を悪にできればまあ正解できたかなというところですね。 保証業務の場合に客観的か主観的か確定的か予測的かとかこういったその主題の性格について補償報告書に記載するっていうのはこれもう過去問で何度も出てますからね主題の性格を記載することは求められてますんでうわばすとここはわかるかなと思います。あの結合リスクはですねこれね固有リスクと統制リスクを結合して評価するってことはあのこれはね、えー、保証業務の場合は想定されてます。個別にまたは結合して評価する っていうふうに規定されてるんでまあ「あ」は×なんですけどもまあまあ「い」が「い」と「え」が「丸だということでね取ってほしい問題でしたでは問題8にいきます問題8の監査人の交代ですねで問題8の監査人の交代はですねこれは中程度とこれも中程度としてますがここもなんとか取ってほしい問題だったというふうに思ってあおりますはいで うんと「あが」がこれね、えー「前任監査人」って何なのって言ったら、えー、前年度の監査報告書を出したあるいはね今年の監査契約を締結していて、えー、今年の報告書を提出する前に契約を解除したものを含みますこれ有名な話なので「あは」は×で「い、えー」イの監査人予定者のね、えー、指定に関する通知はこれもそのまんまですから基準そのまんま、えー、講義の内容もそのまんまですから「い」は丸と。 で「えっと、う」がねこれ昔に勉強されてた方は迷っちゃったと思うんですね「うは」はこれは昔は実は最終的な意見形成の判断過程に関する監査調書はあの引き継ぎの、ね、際に閲覧、えー 閲覧してもらう公認,監査人公認の監査人に、えー、閲覧させる調書には含めないっていう昔そんな規定が実はあったんで昔勉強したことがある人はですね「う」を「丸にしてしまった方いると思うんですが今こんな規定ないんでね「う」は×なんです、えー、つまり最終的な意見形成の判断過程に関する監査調書も、えー、引き継ぎの際に監査人の交代の際に前任監査人から公認の監査人に見せる必要がありますので「う」は×ということになります。 絵は常識的に丸にできるかなというところです、ね、引き継ぎにあたり予定者の求めつまり公認の監査人予定者の求めに応じて監査役等に提出した実施結果を記載した報告書の写しを提供する場合があると、まあ、予定者がです、ね、求めれば基本的には、ねえー、てもあの書類は提出するということで絵を丸にできたかどうかということで、まあ、個人的にはここも取れておくとよかったかなと思っています。 で本当にねあの、だんだん時間がないので、えー、とまたさっとね、いきますけども、問題9の品質管理。これは中程度ですけども、正当可能性中程度にしてますが、私個人的には取れなくてもしょうがなかったかなと思います。ねえー、ここは、えっ、ー、と、あとえが答えですよね。で、あの、 この品質目標を設定してそれを阻害しうるリスクね品質リスクを認識識別評価しそしてそれに対応するためのね対応デザイン適用するこれはもうあの新しい品質管理のリスクアプローチそのままなので「あ」が「るっていうところはできてもよかったかなと思います。 絵のところ、これは、ねまあ、難しかったんですけどこれが正しいんですね監査事務所は品質管理システムについて識別された不備の評価において根本原因の調査をするで根本原因をなぜ調査するかというとその識別された不備がどれだけ重大なのかそしてその影響の程度ね、ね広範性を評価するということで、A、が丸になります、はい、なので、えーと、いとうは×なんですがいとうはね この例えば最高経営責任者等に品質に対する説明責任を含む責任を負わせるために監査事務所がデザインし適用する対応には最高責任者等の定期的な業績評価の実施が含まれるのでこれが罰とかですねあとプロバイダーが提供する資源を利用する場合に品質管理システムに対する責任免除されませんので罰とかね、まあ、これはもう今後、ね、えー、まあ担当式試験を受けられる方はここの選択肢をもとに今後のために押さえておいていただければ十分と。 思います、はい、では、えっと、問題10ですね、ね、えー、問題10これ正当可能性高い問題で審査に関する問題、これはどう取るかというと、あと、いが絶対罰ですねあの、審査担当者が補助者を使用することは想定されない、これ、審査担当者が補助者を利用する場合があるということは、ね、あの新しくあの、品規法の2号で規定されていますので、これはツです。あといの、えー、このこ 審査ね、審査の終了日、審査の完了日以降に監査報告書を発行しなきゃいけなくて、監査報告書の日付っていうのも審査の完了日以降にする必要が当然ありますからね、審査が終わらなければ監査報告書発行できないから、あとい、e、が絶対罰なので、10はこれ取ってほしい問題です最あの、えー。正当可能性高い問題。で、11いきます。監査人として備えるべき資質の問題、これも正当可能性高くしてるんですが、ここはですね、 イの,あの情報技術とシステムに関する基礎的な知識とか技術的な能力はこれはねあの求められているってついここ34回以内の過去問で出てますからねあのシステムに関する基礎的な知識はやっぱりいるでしょということで、えー、ここ求められてないっていうのはツです。あと うですね。うの経営者が誠実でないという想定、これはもう大嘘ですよね。経営者は誠実だとも誠実でないとも取らないというね、そういう中立的な姿勢で監査をすることが求められていますから、いとうが×というところで取ってほしかった問題です。はい。で、えっと、問題12にいきます。問題12は、 監査人に求められる職業的専門家としての正当な注意に関する問題でこれは正当可能性中程度ですが個人的には取れなくてもしょうがないかなと思っていますなぜならばあのですねあの正当な注意は監査基準の設定当初まあ昭和31年のね設定前文とかありますけどもその頃には規定されてなかったと書いてありますがこれ嘘でそで。 監査基準の設定当初から規定されてたこんなの知りませんよねだからしょうがないできなくてもしょうがないということですね。あととはですね、えーと 絵のととここころでででれれ迷うと思う思んんすすが絵は、ね、これ正しいんですね会計士法では相当の注意が監査の基準における正当な注意に該当するとされ相当の注意を怠って重大な虚偽錯誤または脱漏のある財務書類を重大な虚偽錯誤及び脱漏のないものとして証明した会計士は懲戒処分の対象となることが規定されているこの相当の注意と正当な注意というのはこれ、ねえーまあ、同じものだというふうに捉えていいというところはこれはなかなか知らなかったかなと思いますので絵が丸というところがね えまあ難しかったと思います、はい、で「い、えー」イはですねこれ監査をする時に監査基準とか、えー、実務指針が正当な注意の水準を保する、まあえー、実務指針とかね監査基準に従っていれば正当な注意を行使した従わなければ正当な注意を行使してないっていうことになるので「い」は丸なんですね。はい、で「う」の審査担当者に正当な注意が求められないこれはもう典型論点で「×」です、ね、正当な注意は当然求められますので「う、はい」ウは×と。 ということで、まあ、ちょっとここは難しかったかなと思います。では、問題十三、関節等とのコミュニケーションですが。これはですね、正当可能性高いにしている理由は。いとえが絶対バスなんです。あ、ごめんなさい。いとうじゃなくて、ごめんなさい。えですね。いとえが絶対バスなんです。イは。この。 除外事項付き意見を言う場合にはその文言の草案について監査役に報告する必要があるってこれはもう有名な規定がありますしあとね監査役等と監査人の間の双方向のコミュニケーション A ですけども適切性に関する評価を裏付けるために特段追加的な監査手続きをする必要はないとそれまでに行っている監査手続きの中で把握すればいいということこれも有名な規定がありますので A が×というところこれはできてほしかったということで「意と「え」が×なので正当可能性を高くしています。 問題14は次は法令の検討ですね。で、問題14もなかなかね、解きにくい。 と言えば解きにくい人もいると思うんですがあの法令の検討に関してはこれは「あ」と「い」が絶対「丸なので「あ」と「い」が「丸できたかというところがポイントですね「い」の,この違法行為のすべてを発見することが期待されていないとか違法行為の防止に責任を負わないとてこれは超典型論点なので「い」が「っというのは、ね、絶対分かってほしかった「であのです、ね」の、えー、記述実はこれそのままなんですね。 経営者に対して監査人は財務省を作成する場合にその影響を考慮すべき既に認識されている違法行為とかその疑いが全て監査人に示されたよっていう旨の経営者確認書を提出してくださいこれお願いしなきゃいけないこれはねそのままなので「あ」が「ででききればね回答できたツっていうのはなかなかねあの難しかったかもしれないですが「えの×」はまだいいかなのの事業継続のために必要な。 ねえー、事業の許認可に関する規定を遵守しているかどうかってこれはあの財務諸表上の重要な金額とか開示に決定に直接影響を及ぼさない法令ですのでこれは、ね、その法令を守っていることについて十分かつ適切な監査証拠の入手は必要ないというところで「絵が、はい「×」はできたかなと思いますね。で「う」はねこれは「で×、えー」でこの違法行為を識別した場合にはですねこの 協議事項まで監査聴取に記録する必要はないというここが間違っているんですね違法行為を識別した場合にはですね違法行為に関連する重要な事項についての経営者、監査役等及びその他の者のとの協議事項までこれ監査庁長に、ね、記載する必要があるというここはちょっとまあ難しかったかなと思います、はい、では問題15いきますリスク対応手続き、まあ、これはですねできてほしかった「意図絵が絶対スですねの,あの 運用評価を実施することなく実証手続きだけのアプローチはあるが実証をやることなく運用評価のみのアプローチはだめだとこれはね、あのもう講義でも運用評価だけで OK というのは何度も言ってますからね。あと、えー、特権リスクに対して実証手続きをやる場合は詳細テストを含めなきゃいけないので分析的実証を組み合わせる必要はありませんから、まあ、この問題15ちょっとできなかった方は問題16ですね。 問題16、監査証拠に関する問題で、これは正当可能性高い問題ですけど、あと、うが罰なので、できてほしいということですね。あの、売りかけ金の確認ですよ、確認上の話、これは評価の適切で、まあ、評価の妥当性ね、これは相手先の,、えーね、あの回収可能性、相手先の、えーまあ、財政状態というのは分かりませんからね、これは確認によっては評価の適切性は、 証拠入手できないし網羅性、うのね、買い金の過小計上つまり網羅性の話は、これは帳簿に計上された買い金を検討しても意味ないんですよね、帳簿じゃなくて請求書とかね、えー、期末日後の出金とか、そういったものから網羅性を判断するので、あとうが絶対罰です、これもできてほしかったですね。で、問題17の会計上の見積もりも、これもね、正当可能性高いにしておりますが、これはですね、えー、っと、 あの特権リスクについてこれ会計上の見積もりで不確実性が高い場合であっても特権リスクかどうか判断しなくちゃいけないんであって必ず特権リスクっていうのはこれじゃないですよっていうのはね講義でもあの常にやってるところですしあと E のですね想定される結果のすべてを見積もりの許容範囲に含めるというのはこれ違いますよね想定される結果のすべてが含まれるように許容範囲を設定するというのはこれも誤りですんであと E がバツでできて欲しかったというところですはい、では問題18監査報告書今度はこれも正当可能性高いですけどもあと A が絶対丸というところでそこでできて欲しかったあの 監査報告書のタイトルの独立監査人の監査報告書というのはその表題によってです、ね、監査人が独立性についての我が国における職業倫理論に関する規定のすべてを満たしたことを明らかにしているこれは過去問でも出てますしまさにこういったことを示しているので「あ」は「まる」と「A のです、ね、継続企業の前提に関する重要な不確実性の区分を設ける話もそのままですからね「ねあ」と「A が「まる」というところでできてほしい問題です。 では問題19除外事項付き意見ですねこれも正当可能性高いですが 意、ね、の除外事項付き意見を表明する場合は除外した不適切な事項のほか除外事項をした限定,付き、まあ、限定意見とした理由これを監査報告書に記載しなくちゃいけない、えー、これ、令和元年かな監査基準の改定で何で限定意見なのかつまり何で不適正意見とか意見不表明じゃなくて限定付き適正意見なのかこれを、ね、しっかり理由を監査報告書に書かなきゃいけないって話。 あとね中期について重要な虚偽表示が存在する場合はその除外事項ね中期が間違ってても除外事項ですとともにその内容を監査報告書に記載まあこれは通常の話ですので意と、が丸というところで取ってほしかったとで最後ですね問題20です監査における不正リスク対応基準これは正当可能性中程度ですけどまあ頑張ったら取れるかなというところですねあの不正リスク対応基準は 禁止法に基づいて会場を行っている全ての会社違いますよね。これ例外があります。非常上場のうち、資本金5億未満とかね売上10億未満かつ負債200億未満まあ。そういったような会社は除かれるっていうまあ、何かが除かれるっていうことを知っていればですね。全ての会社っていうのは誤りだということは分かります。で、胃のところは一瞬わかんないんですよね。ただ、これ逆なんですよ。経営者の関与が疑われる。不正を発見した場合は、まず監査役等に報告した後、その後に経営者に問題点の是正等。の、 措置を求めるということで、は逆なんです。これはちょっと気づけないかもしれない。で、右の四半期レビューの場合ね、不正による重要な虚偽表示の疑義に相当するものがある場合は。 監査における不正リスク対応基準じゃなくて四半期レビュー基準に従って追加的な手続きこれは考えるとね丸だってわかるかもしれないなぜならば不正リスク対応基準は四半期レビューには適用しないってここは絶対知ってなきゃいけないそうすると四半期レビューで何かね重要な虚偽表示の疑義に該当する相当するものがあればそれは四半期レビュー基準に従って手続きやるんだろうということで丸にできればよかったなというところですね。 絵、えー、のこのね、経営者の説明にあ示唆する状況で経営者の説明に合理性があるっていった場合、これは、ねえー、合理性があるんだから、重要な虚偽表示の危機義がないということについては、監査庁書に記載しなきゃいけないというのは、これは有名な規定ですからね。ということで、えーまあ、うとえがまるでなんとかできればよかったということで、まあ、正当可能性中程度は6問中、私は個人的に4問、今言った中でね、えー、ちょっとまとめて言いますけれども。 えーとですね、これだけ正当可能性のところでちょっとお伝えすると、えー、ごめんなさい皆さんレジュメが、ね、お手元にあると思うんでちょっとそのレジュメを今出したいと思いますがあこれですねすいませんこれです。 え、正当可能性高い問題は基本的に頑張って取ると。で、問題4の中程度は個人的には取ってほしかった。問題7の中程度も取ってほしかった。問題8の中程度も取ってほしかった。逆に問題9、12、 は取れなくてもよかった、まあ、問題20はね、えー、まあまあどうかなというところで取れ頑張れば取れるかなというとまあそんなね中程度を4問も取ってしまうと、えー、生徒可能性高いを12問取れば16問生徒可能性高い問題全部取れば17問ということでねまあそこまでできれば本当によかったなというところですが逆にそんなにね残念ながら下振れもしないと思っていて70だとちょっとね今の受験生の感じを見るとちょっとね監査論では あ若干マイナスかなというところがありますので、まあ、今回75以上取れた方は、ね、もう監査の知識インプットは十分だというふうに思っていただいて一方で70点ぐらいまでならまだいいですが70を下回った方はまだ、ね、インプットがちょっと足りないんだというところでインプットをもう一回、ね、やっていただいた上えでしっかりとあのまた、ね、次回受けるという方に関しては監査論はもう常に言っていますが。 問題集、過去問ですね。過去問と、えー、担当ポイントアップトレ、ね、そして公開模試であと講義を辞書代わりに使うそして基準集を引くともうこれにつきますからね監査論は今回の試験を見てもそれをやってればはっきり言ってまあ,あの8割から8割5分でもね十分取れると。 いうことになりますので勉強方法は今回の試験を通じても変わらず、ね、問題演習を中心にしかも今言った問題演習を中心に講義を辞書代わりにそして換気法を参照しながら学習するということを続けていただきたいと思いますはい、えー、すいません長くなりましたじゃあこれでね監査の終わりにしたいと思います次最後影山先生に変わりたいと思いますお疲れ様でした はい、えー、それではね引き続き、えー、まあ最終科目をですね財務会計論のですね、えー、まあ分析会ということで始めさせていただきます、えー、担当は陸泉小泉に小泉敬馬ですよろしくお願いしますはい、えー、まああの四科目目ということで、えー、財務会計論になりますけれども一応配布物ですね、えー、本試験のですね、えー、問題とあとはですね B5 で一枚、えー、レジュメがありますのでご確認の方お願いします。 はいでまあ、財務関係論に関してはです、ねまあ、ざっくりいくとです、ね、当日解いたときには前回よりも少し、まあ、あの難度が上がったのかなと思ったんですけれどもいろいろ受講生さんのです、ね、声を聞いていくと、まあ、1週間ぐらいです、ねまあ、かなり相談を受けたんですけれども比較的です、ね、皆さんこうよくできていて。 えーまあトータルで考えるとまあ前回とそんなにですねまあ難易度変わらないのかなという感じにはなります、はい、で目標ラインもですね当日深夜に上げたですね速報動画では124とか132とかっていうですね点数をですねこう上げさせてもらったんですがあのまあ皆さん、表よくできているのでえまあちょっとね情報修正してまあ目標ライン140点ぐらいがねえ妥当なのかなということをまあ感じました。はい、なのでまあ今回目標ラインですね140と 140と取れていれば、ね、本当に財務関係単体で見れば非常によくできているんじゃないのかなと思います。はいまあ、今回です、ね、その特徴としては理論の問題数がです、ね、12台で、計算の問題が10台で,で,す、ね、で、理論の問題は前回と比較すると、まあ、明らかに難しいんですが、えー、ただ、 理論の問題が多くなるとですね計算問題が相対的にです、ね、少なくなるので回答時間に比較的余裕が出てくるんですね。まあ、理論の問題の方が早く解けますから、えー、だからまあそういった、ね、要因も相まって、えー、点数っていうのが比較的取りやすくなってるんじゃないのかなと思うんですねあとは総合問題はですね前回、まあ、あの6台あるうちの前半3台は簡単で まあ後半3台は基本的にもう埋没といったぐらいのですねまあそういった問題だったんだけれどもまあ今回、ねあの最後の総合問題は非常に優しい問題だったのでまあ理論のですね難度が上がったんですけれどもまあ問題数がね増えて計算問題が少なくなって時間的余裕が生まれたということとまあ総合問題が非常に解きやすくなったということでまあ得点としては取りやすかったとっいうところがね結果的に見えてきました。はい でまあ、個別の計算に関しては前回と同じぐらいの難、えー、度なのかなとは思いますがあの時間のかかる問題ですね回答に時間のかかる問題がそんなになかったのでこれまたです、ね、あの受講生さん、受験生さんのです、ねえー、精神的なです、ね、こう余裕度をです、ね、こう上げていくようなです、ね、効果があったんじゃないのかなと思うんですよ。はい、なので、まあ、そういった、ねえー、効果がです、ねえー、働いて、まあ、シナジーとなって、えー、結果的に点数が取りやすい試験 とと、えー、言えるんじゃなないいのかなとは思いました、はいえー、だからまあ時間無制限で解いた場合はです、ね、その難易度的には前回の5月のです、ねえー、担当式試験とまあ同じぐらいの難易度だったと思うんですけれども、えー、ただ点数としては今回のが取りやすいので、えー、なのでこ目標ラインが前回と比べて上がっていると思ってください。はいですかね でまあ、具体的な、ね、ボーダーということでまずちょっとね2番の方を見ていくと、えー、個別の計算ですね個別の計算は、まあ、10台です、ねえー、ありました、まあ、ここ数年の中では一番計算問題としては少ない、えー、回だったんですね。でその中から、まあ6 例1箇所、7箇所というか、ね、もう6台、7台ぐらいは最低でもまあ取りたかったかなと、まあ、当日は、ね、5台から6台ぐらいって書いたんですけども、まあ、皆さんの,です、ね、あの出来がいいものですから、まあ、少しです、ねえー、1台ぐらいです、ね、ボーダーを上げているというところです。はい、で具体的にまあどういった問題を、ね、取らなければいけなかったのかというところで、まあ、正当可能性の高の問題の中でも まあこれは落とせないであろうというところをです、ね、あのちょっと個別の計算のところで軽くマークを入れていくと、まあ、やはりです、ね、この SS ですね、SS の問題7です、ね、あと問題10のその他有価証券です、ねで、あと問題18の包括利益、まあこの3つはその正当化の性、こうの中でもまあ落とせないよねというところなんですね。 まあ他にもこうはありますけれどもね。はい。こうの中でもこうみたいなところなので、まあ、これは絶対にえ正解していかなければいけない。まあ、この3つを落としてしまうと、まあ、3つのうち1つでも落としてしまうと、まあ、かなり厳しいというところになるんですね。はい。まあ、ここをもう増すとですね、で入門生でも、まあ、この二つの、3つのうち、 え問題7と問題10は、ねまあ、これはもう必須っていうものになるかと思いますね。まあ、問題18、包括力はね上級論点なので、まあ、2問せ解けないと思いますけれどもはいなので、まあ、比較的ね皆さんいい点数を取られているのでそうするとですねミスによる失点のインパクトが大きくなります。はい なので、まあ、今言ってみたくてですね、この3つのうち1つで戻すと、まあ、8点、ね、失われるんで、まあ、8点というとですね、えー、割合は1.6%、トータル500点満点の1.6%なので、まあ、結構大きいわけですよ。はい。まあ、そういうところでね、失点をしてしまうと、非常に痛いんじゃないのかなと思います。はい。で、続いて、連結会計の総合問題ですね。連結会計の総合問題は、優しいですね。えー、やはり受講生さんとね、こう、いろいろとお話をさせていただいて、 まあ多くの受講生さんがまあ5から6、いわ6分の5から6分の6取っています。まあ、満点の方ね、6分の6の方もかなり多かったですので、えー、そういった中でね、例えば3台しか取れませんでしたよとかっていうと、やっぱりきつくなってくるわけですよ。まあ、1、2台しか取れませんでしたよとかね。はい、かなりまあ優しめな総合問題で、うん、まあ、ね、皆さんポイントアップトーレンを受けてね、 望まれた方も多いと思いますが、まあ、ポイントアップ取るのが圧倒的にまあ難しいですよね。なので、まあ少しコーチトレーニング的にね。ポイントアップトレーニング受け入れられていた方はめっちゃ簡単じゃんって思った人も多いと思うんですよ。なので、まあ回答時間もねまあ、当初総合問題の回答時間ってはだいたい20分ぐらい用意してねっていうことでですね。いつもお伝えをしておりました。けれども、まあまあ20分かからずに行けた方も多かったんじゃないのかなと思いますね。まあ、15分ぐらいで24点ね。取れればまあ非常にお得な。 あの問題であったということには間違いがないので、やっぱりね、今回、全体としてのねボーダーが高そうなので、えー、この相互問題に関してもね、えー、落としていくときつくなってくるんじゃないのかなと思いますので、やっぱりここはもうね、最低でも6分の5、できればやっぱり6分の6、6取りたかったと思いますね。はいまあ、この相互問題に関しては、当日のね速報に関してもです、ね、同じようなアナウンスをしていったと思います。はい、そして最後はね、理論ですね。 えー、理論問題がですね近年の中では一番出題数が多い12台、これはかなり多いですね、近年の中ではね。はい、でそのうち、まあ、当日は7台ぐらい取れればという話もしたんですが、やはりここも、ね、思ったより皆さん、ね、できているので、8から9ですね、取ってい、えー、きたかったかなと思います。はい、で一応、ですねあの問題1のですね複式墓地に関する話をですね理論問題の中に入れました。ね、はい まあ帳簿に関すする話ですね、まあ、なんかその予備校さんによってはです、ね、その問題1が計算の方に入ると、えー、分類されているという、ねえー、話も聞くんですけれども、まあ、一応数字とかが出てないのでこれはもう理論という話で,です、ねまあ、一応レックの方では問題1は理論の方にです、ねえー、含めました、はい、でこの辺りも、ねまあ、瀬戸か瀬中なんだけれども、まあ、結構皆さんできていましたよだからまあ瀬戸か瀬こうでもよかったのかなとは思うんですけどはい えーまあ、ただ、ね、その帳簿組織って見ただけでやめてしまう諦めてしまう方もいると思うので、はいまあ、そういったところで説得可能性は注意させてもらったんですが、まあ、普通に、ね、あの受かる方、膨大に乗ってくる方この複式の問題地なんかはあの普通に取ってきますよね、あの多くの方はあの正解できておりました、はいね、でこの理論に関してもまあまあ,あの落とせないねっていう問題が えーまあ、ちょっと色変えていきますかね、まあ、落とせませんよっていう問題が、えー、6の自己株式、六の自己株式、で9のまあヘッジ会計で、11のストックオプション、で20の現存かな、はいまあ、このあたりは、 まあその理論の中でも、そして正当化の性、功の中でも、まあ、落としたらまずいんじゃないのかなという、そういった問題ですね。はい。だからこのあたりを間違えてしまった方は、まあ、猛烈にこう反省をしていかなければいけないというところになります。まあ他もね、収益認識とかもね、まあ、あの絶対正解が必要っていう感じではありますが、まあ、まあとりあえずね、えー、ピックアップするんであれば、この4つ、特にという意味では、この4つかなと思います。はい、えー で別にマーク、ね、してない問題を落としていいというわけではないですけれども、まあ、このあたり、ね、落としていくとなかなかそのきつくなってくるのかなと思います。はい、なので、まああの、なかなか難しい問題というのが、これ、問題21と、えー、問題17、連結税効果問題17と、持ち分法問題21、まあ、このあたり結構難しいんですよね。だから、ここはもう落としても仕方がないかなと思うんですよ。 でこの2つ以外にまあ1つか2つ失点できるっていうイメージになりますね、まあ、あの特に問題17なんかはですね自信持って正解できた方ってのはほとんどいらっしゃらないかなと思います6、まあ、択勝負でね合っていたらラッキーぐらいに思ってもらえればと思うんですが特に問題17はですね回答の選択肢6番なんですよね6番っていうと多分多くの人がマークしに行かないところなんですよ だいあの迷ったら3番か4番って、ね、みんな思ってると思いますので、まあ、そういった意味では文法の21はね、えー、回答が3番なので、まあ、これはもし分からなくても3適当にマークした方でも正解できているのかもしれませんね。はいというところにはなりますね。でトータルでまあ140点ぐらいはあの載せなければ全体としてのボーダーですねになかなかこう届きにくくなってきているんではい。 だから、まあ、少し、ね、合格するためにはプラスアルファで得点をしていくということがまあ必要なんですがただ、まあ、プラスアルファで得点というのはなかなか難しいのでやっぱりミスを減らしていくというところですかね、うん、まあほとんどの受験生さん、ね、その合格ラインのです、ねえー、前後にです、ね、こう滞留している受験生さんというのはミスがなければ絶対受かるわけですよ。 やっぱりミスでですね、まあ、50点トータル例えばね、えー、前科目合わせて50点近く、ね、失点してしまっている方とかもまあ普通にいらっしゃいますからね、まあ、各科目2台ぐらいずつミスをしていくと、まあ、トータルでですね、まあ、40何点ぐらい失うわけですよそうすると当然ね得点は落ちていきますから、まあ、得点をですねこう正解できる問題を積み重ねていく応用的な問題をですね正解していく っていうスタイルだとやっぱりですね限界があるので、まあ、ミスをね極力減らしていくと。だから今まで各科目ね、ね、えー、2台から3台ぐらいミスしてしまったとかね、ねつまらないですね、勘違いをしていて間違えてしまったとかっていう方は、まあそれをね、えー、まあ極力各科目ですね、1台ずつ減らしていこうとか、ね、ミスをね、えー、そういった対策をねあのー、講じていく必要があるんじゃないのかなと思います。はい、ね であと、計算問題、ね、ちょっと戻りますけれども計算問題で、まあ、例えばこの問題4の賃貸と不動産とか、まあ、このあたりはまあ正解しなくても、ねえー、まあいいところですかね、まあ、正解できたらラッキーぐらいなんですが、あんまり時間かけちゃダメですよね、まあ、時間かけた方もあんまりいないと思いますけれども、まあ、この賃貸と不動産なんかは非常に難しい問題だったかなと思いますので、まあ、今回ねうん、正解できなくても仕方がない問題っていうのは、まあ、一応この問題4、問題17、問題21と、まあ、あとは対価ミックスをね、 えちょっと講義では使っていないので問題22、まあ、この4台は正解できなくても仕方がないかなと思いますはいす、ね、ただ特に対価ミックスとか賃貸等不動産ってね、まあ、見た瞬間にですねあこれはやっていないから、ね、厳しそうだって判断して 他の問題に時間を充てることができればですね、さらに他の時間の回答タイムがですね、こう長くなるんで、まあ、そういった意味でもです、ね、やっぱりこう時間的制約が今までよりも、えーまあ、少し弱かったそういう試験になるので、まあ、得点というものはね、取りやすくなってきたんじゃないのかなと思います。はい。 各、ね、問題について、一個一個、ね、もう速報動画の中で触れていってますので、き、まあ、今日の,この、ね、分析会の中で書く問題をです、ねえー、見ていくということは、まあ、しませんけれども、まあ、全体としては、ね、こんな感じなのかなと思います。はい、で、まあ、これね、あの当日まあ解いている中で、ね、思ったんですけれども、まあ、とりあえず、ね、結構、焼き直し問題が多いかなというところなんですよ、過去の焼き直し問題。 でこれも理論については前々からそうだったんでやはり次のね対策としてもその一問一答の過去問部分っていうのをやはりね優先的にやっていくっていうのは、まあ、これは理論対策のもう大原則だと思ってください大原則ねでしかもですねこの焼き直しに関しては比較的近年出題された部分から 出題されています。焼き直されています。全く同じじゃないですよ。全く同じじゃないですけれども、同じ趣旨、同じ論点の選択肢が出ているんですね。近年。これ、例えばね。ちょっと一瞬見ましょうかね。問題11のストックオプション。問題11のストックオプションのですね、うの選択肢。問題11のストックオプションのうの選択肢。このですね、 まあこの株式分割が行われた場合にという、ここの話ですね、この話って、実は前回、5月の担当でも、同じ論点、同じ趣旨の問題が出てました、選択肢としてね。あのい一期一会同じとかじゃないですよ。前回も株式分割とかね、増資が行われた場合の話っていうのが、まあ、普通に出ていて、あれって思ってね、はい。で、見返したら、やっぱり前回とこれ、同じような内容、出ていたんですよ。 でこういったです、ね、選択肢が結構多いんですよ、まあ、その前回じゃないにしろもんです、ね、も前々回とか前々前回とか、もうこの2、3年以内に出たような問題が再度、ね、まあ、少しだけ表現を変えて出るとかっていうのがありますので、まあ、当然、昔出たものも焼き直されているんで、ね、そので、直近だけやればいいという話じゃないんですけれども、ね、えー、ですけれども例えば、ね、そのよくある話として、ね、前回出てるから出ないだろうと。 二回連続で出ないだろう、ね。そういった考えはまあ通用しないんだと思ってください。前回出ても出ると。その可能性は全然ありますので、だから理論はね、もう一問一答の過去問で、前回の過去問も載ってますから、はい。そういったものも含めてね、えー、きちっと過去問を潰していくというところになります。はい。で、理論問題ね、今回その、 ここ数年の中で一番ね、えー、難度が高いとお伝えしましたが、じゃあ次回どうなるのかっていうと、それはもう正直わかりませんよと。えー、だ今までが簡単すぎるっていう節があったんですよ、ね。令和4年の2回目、令和5年の1回目、令和5年の2回目、この3回は非常に優しいです、理論は。非常に優しい。むしろ今回難しいって言われるんだけども、別に難しくはないですよ。これは速報動画でも言ったかもしれませんが、 あのここ10回とか10年っていうスパンで考えれば、まあ、標準レベルですねはいだからここ最近の3回ね、えー、直近、えー、この前の12月を除いた3回があまりにも優しかったというところなんですよですから例えば担当式試験ね受けて今回が3回目ですよ、ね、理論難しかったねって思った方もいると思うんですけどもそれはね、えー、前回と前々回が優しすぎたんですよ だからまあ、ね、それに比べれば多少難しくなってはいるんですけれども、まあ、でも標準レベルですよ、ていうかむしろ標準レベル、それでも少し優しいかもしれないというぐらいに思ってもらったほうがいいかなと思いますので、はい、だからまあね、その一問にとの加工をやっていくということもそうなんですけれども、やっぱりね、そのレジュメをきちっと読んでいくと、レジュメをきちっと読んでいくということと、まあ、これは前回、前々回も、ね、ずっと言ってるんですけれども、簿記のテキストの説明部分をちゃんと読んでいきましょうということですね。ですか 僕のテキストで、まあ、税効果のね、必要性とか、ヘッジ回計の必要性とかっていろいろ書いてあると思いますから、計算の復習をするときに、そういったところをですね、ちゃんと目を通していくと。はい。まあ、これは前回のね、分析会とかでも、前々回の分析会とかでも同じこと言ってるんですけども、テキストの説明解きますよって言ったときに、本当に説明しかやらない人がいますけれども、テキストの説明を解くっていうことはね、テキストのその説明を解いて、で、かつその説明部分をね、見返して、 でさらにね、BS とか p ルの表示を見返してっていうところも含めてのテキストの説明だと思ってください。ですかだからで、ね、簿記で説明を解くっていうのはね、そういった周辺部分の確認を含めての説明というふうに、ね、考えていってください。はいまあ、このように焼き直し問題が非常に多いなというところです。でこれは計算に関しても、ね、同じことが言えます。はいまあ、この計算の部分ですけども、まあ、結構ね、その この問題用の賃貸等不動産の問題もですね、まあその同じっていうわけじゃないけれどもね、結構過去にですね、似た雰囲気の問題は出ていたんですよ。まあ理論に比べればですね、計算の方は焼き直し感っていうのは少し薄いです。薄いですけれども、まあ結構ね、類似問題が出ていますので、えまあただね、計算に関しては過去問題集を購入して解くっていう人はまあ個人的にはないかなと思います。あの、受験回数がですね、少しあの、増えてきて、 まあ問題集とか、トーレンとかね、もうやりきってる人とかであれば、過去問題集を購入してっていう効果はですね見込めますが、初回受験、2回目受験、3回目受験ぐらいの方はですね、まだまだその問題集とかね、あとはポイントアップトーレンで,ですねもう過去問題ンス全部入れていますので、そういったものをやってもらえればいいのでね、なので計算の方はそは、取り立てて過去問題集を購入してやるっていう必要はあのまあないかなというところです。ちょっと受験の回数が増えてきちゃった方は、検討の余地ありですけれども、そうじゃない方はですね、 えー、焼き直し問題が多いとは言ってもねもうあの問題集と討論やっていただければっていうところなんですねあとはあテキスト、ねはい、やっていただければというところになりますはいでまあねなかなかこう点数が伸びていかないっていうね、えー、相談もまあ数多く受けるわけですけれどもやっぱりねそのテキストの説明なんですよ基本的にはねそこがおろそかになっていて問題集いくら回転してもなかなか点数伸びないです きちっとテキストの設明、そしてその、ね、消費周辺部分の必要性とか、そういう趣旨を理解して、だんだんね、点数が伸びていくんで、問題集ね、10回やったんだけれども、なかなか点数が伸びませんと言っても、その問題集だけね、えー、やっても、なかなかその全体像っていうものをつかみにくいので、ね、その問題集だけやって点数が取れる方もいますけれども、それをやって点数が取れない方は、きちっとやっぱテキストの設明をまずやるということなんですね。はい。すべての土台はテキスト設明 そしてその周辺部分のね、えー、必要性とかそういう趣旨の部分が土台になっていますからね。あだから、まあ、例えばね、その SNS とか友達側とかで、いや、あいつは問題集だけやってね、分かったよっていうね、えー、そういう話を聞いて、じゃあ俺も問題集だけやろうとね、して、で、それで成果が出る方はいいんだけども、出なかった方はね、ちゃんとテキストまで戻っているのかどうかっていう、そこを確認してください。あまあ、それがもうね、あの本当に基本です。あなのでもう、 講義の中でも言っていますけれども例えばリースの章にはどういう論点があって、ね、でその論点がどういう引っかけなのかというのが頭の中にパパパ,パッと、ね、こう思い浮かばなければいけないんだと。ね、だから、まあ、リースに限らず何でもそうですよストックオプションもそうですよ。 やり込んでいる方は、もう大体その、例えばストックオプションの証だったら説明がね、何台ぐらいあって、こっからここまでが条件変更で、こっからここまでが、なんか優勝進化物件でね、で、最後が取締役のね、株式無償で交付するなんとかだみたいなね、そういうのがパーッと思い浮かぶはずなんですよ。あまりやられてない方は、そもそも、どういった説明がね、テキストにあって、で、どういった論点、どういう話なのかっていうことが分かってない方がやっぱ多くて、 簿記がねその得意になるというか苦手にならないためにはまずきちっと論点今何をやってるんだっていうことを意識してください漫然と説明を解いて、えー、問題が解けましたじゃあ次の問題いきますよ、ね、それを繰り返しやっていてもなかなか力にならないこともあってですね、えーまあ、無意識にできてる方も多いんですけどもなかなか点数が伸びない方は今この説明ってどういうテーマの問題をやってるのかっていうことを意識してくださいあこれって 条件変更の中でも数の変更の条件変更なんだと。数が変動する条件変更なんだとかね。あ、これは期間が延長するやつだなとか。その各説明にテーマがあります。で、テキストの説明はテーマ、ちゃんと書いてありますからね。問題の横に。今何をやってるのかなっていうことを意識しないと、結局自分の身になっている論点っていうものが自分で把握できないんですよね。で、それが無意識にできている方は別にいいと思います。でも、 あまりそれがね、無意識だとできない方は、意識的にそれをですね、感じながらやってください。結局、本試験で問題を見たときに、あ、これってこの話だなっていうことが分からないと、解放が分からないわけですよね。無意識にできてる方は、まあできるんですけども、ね、そうじゃない方は、きちっと意識的にやっていくと。これってテキストに載っていたあの論点だからこうやって解くんだなっていう、そういう引き出しを素早く開けられるかどうかっていうのがですね、結構重要になってきます。はい。だからそもそもこんな話は知らないよ。 っていう問題が出てきたときにも、これはテキストに載ってないなと、だから切っていいなっていう判断もできるわけですよ。なので、まあそのねテーマ、各ね説明のテーマを意識しましょうっていうことは本当に大事なんでね。 なのでちょっと心当たりのある方、まあ、意識できていないなとか、ね、心当たりのある方は、まあ、そういうところを、ね、ちょっと意識してやっていただけるといいかなと思いますで問題集だけやっちゃうと、ね、そのテーマを意識するという部分がかなり希薄になってしまうんですよでそういった意味でもそ問題集やって実践力をつけるというのはいいんだけれどもでテーマの意識をがちっと植えつけなければいけないということでも、ね、テキストの説明っていうのは重要になってくると思ってください。はいですかね でまあ、ここから、ねまあ、次回に向けてこう、ね、受験回数が、ね、何回だっていう話であの次に向けての、ね、対策っていうのは変わってくると思いますけれども、まあ、もし、ね、受験回数が結構長くてなかなか点数が上がらないっていう方がです、ね、いましたら一度です、ね、インプットの講座をもう一回ね えー、受けるかかどうかっていういい検討をしてみてみください、まあ、その前回の今回の12月向けにちゃんとインプット講座を受けてますよという方であればいいんだけれども例えば初めてインプット講座を受けたのが、えー、3年前ですよとでそれから一度もインプット講座を受けてませんよという方はもう一回、ね、あのインプット講座を受けていろいろと確認をした方がいいかなと思いますだから2年ぐらいインプット講座を受けていない方はインプット講座の再受講っていうのは、ね、同じ講座でもいいので検討してみてくださいその2年前の自分と今の自分って そもそも実力が絶対違っているはずなんで講義を受けたときに気づくものも全然違ってくるはずなんですよですか同じ講座も受けたじゃん2年前に受けちゃう、ね、だからいらないよっていう発想ではなくて、ね、今の自分と2年前の自分違いますからねか例えば今、ね、この時点で小学校の授業を受けても全然多分感じることって違うはずなんですよ、まあ、それと同じようなことが起きるはずなんですね2年間で勉強を続けていれば成長していますから、ね、テキストもマークしてあるし知ってるよ 覚えてるよ問題も解けるよっていう話ではなくて、本試験で点数が取れていないということはそれなりの理由があるわけなんで、一度インプット講座に戻って、講義とともに一緒に自分の、ね、頭をすり合わせて、えー、もう一度、ね、いろんなことをです、ね、気づいて、えー、いけるようにです、ね、準備をしていく必要があると思いますので、まあ、私の、ねまあ、個人的な目安としてはやっぱ2年ぐらい全くインプット講義を受けておらず、点数が伸びない方は、インプット講義の再受講というものをちょっと考えてみてくださいはい。 ね、まあ結構ね、最近、まあそういう方もね、相談に多くですね、いらっしゃっていただいて、はい。まあね、繰り返しになりますが、もう12月向けの上級講座を受けたよっていう方であればまあいいと思うんですよ。まあそれでもね、もう受けたけども不十分だからね、ちょっと受けたいっていう方は全然そのインプット講座を受けるのは止めないですけども、ただまあ5月の試験ね、あのー、12月終わってから5月までって、ちょっと期間が短いので、だからインプット講座もね、あのー、まあ受けた方が、 いい方も、ね、いるかもしれませんが、そうすると今度、演習が、ね、不足しちゃう可能性があるので、本当に自分がインプット講座が必要かどうかというところも、ね、今一度考えて、いや、今自分で、ねえー、足りないのは、演習不足だという方は、まあ、インプット講座を受けるよりも、ね、こうアウトプット中心の学習スタイルに、ねえー、切り替えていかなければいけないんですし、ね、そうしたら、インプットを受けてたらです、ね、演習が、えー、できなくなっちゃうから、まあ、そのあたりのバランスっていうのは、うまく、ね、考えていく必要はあるんだなと思ってください。はい えー、そして最後に、えー、入門生ですね。今回、えー、お試し受験で、この担当式試験を受けられた方は、どれぐらいの点数を取れればよかったのかっていうと、ま,あ、まず一言で言うと、40点ぐらいですね。四十点、ね。もう50点取れたら同じ。はい。で、このレジュメ見てください。レジュメの一番右の列にですね、入門は上級ってあります。で、まあ基本理論はね、すべて上級で扱うので、まあ基本は計算の部分にですね、えー 文字が入っていると思うんですが、もうその名の通り、入門で学習したものは入門って入っています。上級で学習するものは上級って入っています。で、理論はバーが入っています。まあ一応ちょっとね、この複式簿記の部分に関しては、一応帳簿組織の話で、まあ理論だけれども、まあちょっと入門って、えー、打っておりますので、まあその中でね、これ入門機学習できる、あ、学習なくて入門機の、 えー、学習進捗で解ける問題っていうのが、まあ、問題1、問題7、問題8、問題10、問題12、問題13、はい、一応ですね、6題。だからまあ、六題る8点で48点満点なんですね。でまあ、1ミスぐらいして40点。<laughs> ただ入門生であればね、お試し受験であれば、そもそも実践力をつける説明とかね、問題集の問題ってまだそんなに演習していないので、単純に範囲的に学習したものが6題あるだけであって、ね、まあ難しい問題はこの中にはないんですけれども、ただ6題全部解けるかっていうと、それはなかなか厳しいんですね。だかなんか知っているっていうことと解けるっていうことは完全に別物ですから、あのお試し受験の方はね、これから上級に入って問題集や答練を解いて、 実践的な問題を、ね、解いていき実践力を養成していきますからそれで初めて解けるようになるので一応範囲的には6台、ね、解けるような問題が出ましたが別に全然点数取れなくても気にしないでください一応ね40点取れたら素晴らしいかなと思いますよはい6分の5取れたってことですからね えー、ですから、まあ、基本的にはまあ40点ぐらい取れたらまあ相当自信にしていいかなと思いますし逆に取れなくてもまだ実践力を、ね、要請するような問題をそんなに解いていないのでね、まあ、チャレンジ取れんぐらいですかね解いてるとすればね、はい、ただチャレンジ取れんも、ね、なかなかその復習まで回っていなければね、えー、難しいと思いますので、まあ、とりあえずえ48分の、えーまあ、40が目標ですけれども点数、まあ、はそんなに気にしないということとあとはね 意外と連結会計で、これ、まあ、一応、全部上級とはしましたけれども、えー、売上総利益と26と27の営業外損益は、まあ、これは、ね、取れなくはないかなと思いますね。はいまあ、段階取得やってないので、まあ、段階取得って何んて思うかもしれませんが、それをやってないので、他はは、ね、結構きついかもしれませんが、まあ、成果連結。 のみに絡むところは、この売上総利益と営業外で、見たつもありますけれども、ここはね、ちょっと上級って書いてありますが、別に入門生でも解けますね。一応入門でやっている範囲です。ただ、全体として見て、段階取得があるので、ちょっと全部上級と振らせてもらったんですが、問題26、27は、別に入門の知識でも実は解けたりしますし、多分解けた方もいるでしょう。はいということで、40点ぐらいが一つ目安になります。 かねまあ、例年ね、あのもうちょっとテキスト1に載ってる範囲が出るんですけど、今回、テキスト1に載ってる範囲のです、ね、出題が少し少ないんですよね。例えば現金預金、まあ、商品売買、今回出ましたけれども、固定資産とかね、そういったものがですね、まあ、もう1台ぐらいいつも出てるんですけれども、はいまあ、今回は少なくて、ね、まあ、どちらかというと、もうメイン論点ですね、出る出るって言われてる、リース、ストックオプション、減損退職給付ね、まあ、このあたりががつっと。 出ていいるというとうころになります、うんまあ、全体として見てもね、マイナー論点と言われるものはですね、まあ対価ミックスぐらいですかね。いわ一株当たり陶器準利益とか分配可能額とか担当特有論点も、ね、出ていないですし、はいうん、まあ全体としてそういうマイナー論点が少なかったっていうこともね、平均点を押し上げている要因の一つじゃないのかなとは思います。はい。えー、ということでですね、まあ分析会ね、お送りさせていただきましたけれども、 さっきお話しした通りで、まあ、次に向けて、ね、いろいろとです、ね、各自課題があると思いますので、まあ、その課題を一つ一つ、ね、潰していって、えーまあ、特にその何回も受験されてる方で点数が伸びない方は、同じやり方をしても同じ結果になる可能性が高いので、何かを変えていかなければいけないんだと思ってください。そして、まだ受験回数がそんなにね、かさんでなくてという言い方をしたらです、ね、ちょっとあまり言い方良くないですけれども。 えまあ初回受験、2回目受験で、問題集がまだ十分に解けていないという方は、演習を頑張ってください。ですか問題集の演習が不十分、倒連の演習が不十分であれば、点数はなかなか取れないので、ね、で問題集1回転しかできていない、それはね、なかなか点数取れないですよ。ね、だから回転数じゃないけれども、やっぱりね、その3回、4回っていうところは、最低でも回していかなければいけないところだと思いますからね、3回、4回っていうところの回転が最低ラインで、そこからどれだけ上積みできるかっていうようなところなので、まあ、そこまでいってない方はね、 当連、まあ、も含めてですよ。そもそも練、ね、習不足ですから、まあ,あの、頭打ちとかでは全然ないですからね。演習を重ねていけば点数は絶対伸びます。まあ、当然テキストも含めてですけどもね。はい。なので、まあ、自分がね、今どういう状況なのかというところをですね、もう一度、えー、自己分析してみてね。で、もし分からなければ、まあ、LINE とかね、電話の相談、あの全然あの利用してください。 はいまあ、最近ちょっと電話だとね、なかなかあの予約が埋まっちゃっていて、空きがないかもしれないですけれども、LINE で相談してもらえればですね、えー、LINE でアポ取って、そのまま電話をするっていうこともできますので、はいえー、なのでね、ちょっと自己分析して、まあ、それでもね、ちょっとよくわからないような状況であれば、あのー、LINE、電話なんかをね、有効に活用してもらえればいいかなと思います。はい、とにかくね、えー、次5月に向けてはですね、期間がそんなに長くないですからね、期間がそんなに長くないですから、ね、うまくね、自分の、 えー、合格のために何をやるのかっていうね、適切なものを、まあ、なるべくね、見つけられるように、えー、頑張ってですね、まずはちょっとですね、分析をかけていってください、はいえーまあ、休んでる暇はね、そんなにないですからね、まあ、年末年始、ちょっとゆっくりしたいという気持ちもあると思いますけれども、まあ、それね、少し休んでもいいと思いますけれども。 ねまあ、5月までの時間が短いですから、特にね、そのボーダーから結構離れてしまっている方は、もう休んでる島、本当にないと思ってね、えー、頑張って、一日一日をですね、無駄にせずに進めていくようにしてください、また、ボーダー付近の方はね、論文の勉強と並行しているかどうかっていうところもね、悩みどころだと思いますので、はいまあ、そのあたりも含めてね、考えていただければいいかなと思います。はいえー、それではですね、まあ、最後の科目でしたけれども、財務会計論は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした